講師と生徒みたいな間柄ですけど、仲良く付き合いね。すいません、レイコさん何やってるとこだったんですか。あのね、まあ、医学生でしょっていう。何で生き生き仕事をやってる。そうです、そうです。で、あの、まあ、この前フレンテと非常に関わりが深くて、フレンテのおかげで滝本さんに目覚めたって言ってたと思います。あ、間違いないですね。お話しいただいて、鈴山さんをっていうことで、お話し。鈴山雅子先生のために来ようと思ってます。でそういうこともありまして、それと、まあ、私たちあの企業とね、本当は男女平等参画を企業の皆さんに知っていただいて、で企業の中に男女平等参画をっていうことをやっていきたいと常にこと思ってても、なかなか企業さんと接触する機会ってあまりないんですよね。で、まあ、伊勢でいうと牛丼さんとか、あの IT さんとかで企業訪問させていただいてお話をしたことはあるんですけど、今作った歌を聴かされるだけですね。そうですね、取り込めないということがあって、で、あの牧野さんはどういうことをやって見えるかということと、私たちは企業の中に入って、そのままどうやって入っていったらいいんやろうなっていうことも、こう、あの教えていただきたいなとか、あと、富町のマスク作りに非常に関わって見えると思うんです。で、まあ、伊勢も来年戦後を迎えて、伊勢の戦後に関してはすごく活気がありますけど、それがどう伊勢市民にかかってくるのかとか、そこに男女平等参画が入れるのかとか、そういうことについてもあのこう教えていただけるって言ったらちょっとあれですけど、お話をさせていただいて、いろんなことをこう勉強今日は本当に皆さんにしたいなということで、今日はレインボーの研修っていうことで参りました。で、私たちがどうやってやってるかっていうのは、去年はね、こういうことをやりました。で、これは一昨年なんですけど、もう年度が23年度がその審議会に出した資料で表現になっているのが、これで、このピンクのは、私たちが映画祭とか講演会とかをする際に、たくさんの方にレインボーがどのくらいやってるんやろうということをお知らせしようよということで、1年に1回ぐらいこういう瓦版みたいなのを作って、皆さん、市民の皆さんに見ていただくっていうことを。この活動資金ってどうしてはるんですか。これはね、あの伊勢市から100万円っていう、すごいじゃないですか。委託費。鈴木もやるときやるんじゃないですか。すごい問題あるけどね。100万円を、あのレインボーが、あの委託を受けるんですね、人。で、レインボーが100万円で、あの男女平等参画を伊勢市にどうあの広めていったらいいかっていうことをみんなで考えて。それってあれなんですか、そのプレゼンしてとかもしますか。いや、もうあのレインボー伊勢に。いいですね、鈴木も丸投げ大好き。他の人なんかそういうポンってしないといけないんですけど、伊勢市は割とその知り合いにポンポン仕事だし。いやいや、そんなことないです。それはないですけど、連盟してっていうのは初めはその、まあ、おひも、まあ、というかですかね、市民参画は男女共同参画かっていうのが伊勢はありまして、で今はもう市区長されて高木になってるんですけど、あのこの間お会いした人ですね。あ、鈴木さん。鈴木さん、そうです。綺麗な人ですね。そうですね。あの人が今一人で男女共同参画の担当をやってるんです、で、あの以前は男女共同参画の予算をあの取って、でその中でレインボーがいて、でレインボーが人相談しながらあの活動をやってたんですけど、あの、まあ、もう5年くらい前からあのレインボー独自で活動したいっていうことをこう、まあ、あの市の方に言ってて、あのなんていうのかな、もう委託っていう形でやりたいっていうことで、もう紐付きはないんですね、今はですから。あの金村ですけど口出さんっていうやり方を今はやってます。素晴らしい。で多分伊勢で、あの三重県の中ではレインボーだけがそういうやり方をやっとるんやと思うんですけど。そうなんですか。今から1年半ぐらい前ですか、あの三重大学で鈴山先生がこういろんな三重県の女性を中心としたその活動の時ってレインボーさん出ておられた。女性議会とかそういうのですか。なんていうかね、なんですかね、あのパクさんとかも出て、いわゆる女性における社会進出みたいなので、フレンテが関係するところが30個ぐらい出てたんですけど、それは出てはる。ああ、そうです。ありますよね。あのパクさんはその伊勢市で一番初めにゴミ袋の有料化ということで、あのしてた時にパクさんからずっと伊勢市の方お付き合いをいただいて、そのおかげで、まあ滝町のことをねしますけど、あの何をするんでした。あ、有料化、ゴミ袋で。そうだもん、その前から滝町の方がどこやったかな。あの伊勢市が多分三重県で一番早かったと思うんです。それはあのレインボーさんの企画です。これは関係ないんですけど、パクさんとはそういうあのつながりが伊勢市はあるんですけどね。なるほど。
珍しいですね、こういうその民間のできてどのぐらいになるんですか。もうどうでしょう、あのレインボーとして活動したのは14、15年だと思うんですけど。それはすごいな。あのまあ女性化っていうのがね、宮城で一番初めにあのできた、もうずいぶん前の水谷市長の時に女性化っていうのができて、でまあ、あの男女共同参画条例とか計画ができて、うん、でレインボープランというのもできまして、でそれに基づいてずっと活動しているということになるんですけど、うん、ああそうなんですか。これはだから今年の活動記録を、うん、予定っていう23年度の、うん、23年度のそれはあれです。ちょっと、どうぞ。どうしました、何か言ってきましたよ。いや、それはもうあのガスは出してもらったら、うん、そうです。言ってない。まあしばらくちょっと様子見ます。あ、ごめんなさい。はい、でそれは23年度で、24年度は4月からまた新しくスタートをして、今のところはあの今年はパパスクールっていうのを、正確鈴木市長がね、育名市長ということで、全国に結構名前を売り出してます。何ですか、鈴木さん。今度はもうどうでしょうね。違う鈴木さんの師匠になる話も聞いたことあるし、え、誰やろそんな人冗談っていうことで、また24年度は、ね、今からあの、まあ、パパスクールとか、うん、あの映画祭を何をするかとかということは決まってますけど、これからまた知らせて、これ良かったですね。男女分タキタキでもやったんですけどね、あのフレンデと一緒にやるやつじゃないんですか、映画祭、うん、違うか、そうです、連携映画祭、連携でね、寿司はいつでもカンフーパーティー、うちのあのエースの野呂ゆかさん、もうずっとメールで認定の調整をさせていただいて目をかけました。もうちょっとマスク取っとき、ちょっとちゃんと一緒しもともとね、鈴山さんに私たち会うことになったきっかけというのがありまして、それは今から5年前に、まあ、三重県がやってます男女が生き生き働いている企業賞というのがありますね、はいはい、ありますね、ワークライフバランスとか、まず働く女性のための、まあ、様々な支援をしている企業を表彰する表彰制度、この1年か2年前には認証制度にもなりましたけれども、それで私の知ってる会社さんがそれを受賞されていたんです。で私の会社日本景品賞という、まあ、賞を取っておるんですけども、でその賞を取るために、まあ、社内でいろんな活動をしていたんです、まあ、今でもしてるんですけど、社会から必要とされる会社はどんな会社かということなんですけども、それには4つのテーマがあると言われています。1つには当然、まあ、お客様を大事にする会社、まあ、これは当たり前ですよね、まあ、でも世の中にはそのお客様という認識を持たずに仕事している組織もあると思います。2番目には働いている人がその満足できる会社、3番目には独自能力に立てた会社、4番目には地域に貢献している会社、この4つをそのよくできたところがを表彰しようという表彰制度なんですけど、でそこでやはりその従業員満足というその働いている人が幸せになるための仕組みという中で、その男女が生き生き働いている企業賞というのに挑戦したいと思うようになったわけです。そして鈴山先生の方に講演に来てもらったのかな、うちに、はい、ここで講演で、これで、その私の妻は今うちの今度専務をしてるんですけども、もともと16年前に三重県に来まして、その手前に1年前に阪神大震災にあって、会社をこう失ってこちらへ来たものですから、家族3人で引っ越しをしてきたんです。
今この100人ぐらいの会社になりましたけど、16年前はたった3人で再会をしてよって、まだ子供も本当小さかったので、うち子供3人いるんですけども、やはり仕事をするのと働くのでやっぱりこう精神的にバランスを崩しやすくて、よく泣いてたんですよ。でそのやっぱり子供を育てるというとあまりそれが気にならなかったっていうか、はそれ以上に大変なことが毎日あったという、つまりいつ倒産するかわからないという危機の中で何年も仕事をしていたので、まあ泣きたいのは僕も泣きたいっていう毎日だったという。それでその鈴山さんの話を聞いた時に初めて妻がなぜ泣いていたかっていうことに気がついた。それはやっぱりその働きながら仕事をやはり働きながら育てするということがすごく大変なことであるということを多くの世の中の会社や社会が理解していないということだったということですね。でそれが社会、世界という、まあ、目線で見たときに日本は非常に遅れていると思います。でそれでその私はその、フレンテさん、鈴山雅子さんの言っていることにすごく共感した。一つにはやっぱ鈴山さんかっこよかったっていうことが、やりましょうみんなこのちょっとモノマネね、やりましょうやりましょうみたいな感じですよ。かわいいっていうかね、まあ、その時はかわいいとかちょっと怖かったですけど、今はかわいいと鈴山先生と思えるようになりましたけどね。ずっとこの男女が生き生きとかそういうのなんかちょっとウーマンリブの活動だと、そうですね、なんかこう男にプレッシャーをかけて社会を変えるテコにしている活動なんだっていうふうに思ってたんですけども、まあ、鈴山さんのお話を聞いた時に私自身は非常にその まあ正直言うとこれだと思ったんですよ。つまり社会いわゆる従業員のための幸せって一体何だろうと思ったら、まあ他の会社で幸せになれる人はそこへ行けばいい。特にうちの会社なんかはその3人から始めたってこんなすごい仲じゃないか。で、来てくれる人はいなかったわけですね、当初は。だから、もう誰でもいいからこう働いてほしい、辞めないでほしい。っていうふうに思っていましたので、その男性、女性、年齢、それから、まあ、学歴、そういったことは一切かまってられなかったっていうことですから、私たちそのところが社会全体を見たときには日本の社会まだ男性というか男系社会ということで女性がこう生かされていないっていうふうなことをなんとか自分の会社から変えていきたい。つまり注目すべきは子供ではなく子供を育てているお母さんの方に注目すべきだ。だから勘違いした三重県の子ども局の人たちとか子供に大人を真似させたりしてますけれども、そうではなくて大事なのはそのお母さん方に注目すべきではないかというふうにだんだんその辺から思うようになってきて、そこからそのまあ賞を2回ほど男女が生き生きの奨励賞をいただいてから知事賞をいただいたんです。その度フレンテで いろんなこうセッションをさせていただいたりしながら、女性の生き方かっこいいじゃん、三重の女性しかっこいいじゃん、つまりその今なんか樋口一葉とか平塚愛鳥とか最近で言えば金子みすずみたいなね、おこのかっこいいよねっていう、つまり男にすがらないと生きていれない女性じゃなくて女性が一人として生き、そしてその女性の地位の向上みたいな風に生きる姿は非常にかっこよいと思ったんです。
もう一つの理由を言いましょう。もう一つの理由、私は日本の会社組織を21世紀型に変えたいと思っています。どういうことかというと、日本の会社組織って楽しくないんです。真面目ではあると思いますが、私は真面目は人を幸せにしないと思っています。人イコール他人って意味ですよね。そして真面目な人本人も実は幸せになってない。真面目にやればやるほど自由度がなくなり、組織でなんていうか閉塞感起こり、この20年間の日本の低成長はおそらくその真面目シンドロームのオフィス組織で起こっているのではない。だからもっともっと女性の考え方や生き方を会社の中に広げることによって、その日本の会社の閉塞感を変えられないだろうかということをだんだん変えるように考えるようになっているんです。ですから私の会社ではいわゆる女性の方が仕事を続けにくい、結婚があります、それから育児があります、それから介護がありますね。この3つによってその男の人が社会で働き、女の人が家で立て守るみたいな感じですよね。嫁仕事問題とかも女性が家に縛り付けられることによってほとんど起こっているわけです。何かしらもう少しその一人一人が生きててよかった、楽しいなという実感を毎日思えるような、社会に変えたい。そのためには私どもの会社がそういうことを実践して、うちの会社が日本で一番有名な会社になれば、松浦さんの言ってることが間違ってるわけないじゃないですか、というふうになるわけです。だから男女が生き生きというところだけを考えてるんではなくて、日本の社会の閉塞感を打ち破るためにさまざまな手法を僕は提案したいと思っている。その一つが女性に働きやすい社会を作るということである。しかしそれはフレンデさんや鈴山先生に会わなければ僕はそこに気づくのが随分遅かったと思います。これの後に障害者雇用にも出会って、それは玉木かな、若葉学園さんの会って、若葉学園の子たちの就職をしてもらったり、職業体験してもらったりすることによって、こういった子たちを社会で生きるようにしてあげたいというふうに思いました。で、この間もお話、そのキックオフミーティングの時に行ったんですけども、男女共同参画、それからこういう障害者雇用、やればやるほど、その活動の社会の不理解に対して私はすごく憤りを感じるような歯がゆいんですね。こんなこと知らなかったらもっと気楽に生きられたのにっていうことってたくさんありますよね。知らなかったら金ちゃんの仮装大賞見て笑って過ごせたのにみたいな金ちゃんを批判してるわけじゃないですね。何かね、その知ってしまうことに対して自分の持った憤りが私の行動のエネルギーになっているような気がするんですよ。だから経営者として、少なからず注目されるようになりましたので、僕が関心を持つことを他の経営者の人が関心を持つようにすればいいじゃないですか。あなたそういうことも分からなくて社長をやってるなんて自己満足だけの社長じゃないですかっていう言ってやろうと。大抵だから私の行動原点はそういう憤りですね。何なんだよ、なんでこうなるんだっていう。だからその憤りが全て変えていくんですけども、障害者雇用とこの男女共同参画については憤りとともに、なんかすごいなんか優しい気持ちが自分の中に湧き上がることを感じます。これはすごくいいことで、私は経営者をして必ずしも幸せだとは思っていません。経営者という仕事は辛いことの方が多いから。なぜかというと大変な心配をするのが仕事だからです。心配をね、大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫かな、社員の数がいれば社員の数で心配する。で、なおかつ心配するにもかかわらず心に思っていると言わない、大丈夫、頑張ってと思いながらも
その弱いところでこの会社では絶対勤まんない、辞める前にもううちじゃないよって言って元気づけないといけないし、なんか本当はスティーブ・ジョブズみたいに俺は一流の人間の仕事やりたいと思いながらね、遅刻するって若い証拠だよ、明日遅刻しなかったら遅刻しなかった日の方が多くなるぞみたいな感じでいけなかったりするわけですよね。ですから非常に哲学的な人間にもなりましたし、非常にだからそういう中でこの2つのことについては、あ、僕は経営者やっててよかったなと思ったんですよ。何か言いたいかというと、僕一人が変わっても世の中は良くならないでしょ。世の中が良くなるにはそれの影響力ですよ。あ、そうするとすごくいいんだ、かっこいいんだ、楽しいんだというふうなことをみんなが思わないと、ものを真似しようと思わない。ファッションだってそうですよね。有名な人が着てる服を見てかっこいいと思ってそれを真似するわけじゃないですか。だから私はどうすればこの男女共同参画についてもかっこよい活動になるかということを常に考えてやっております。結構だから自分がやっている活動の中では思いが強い部分なんですよね。それで会社の中に例えば育児休暇を1年だったのが3年にしたりとか、介護でも自由に休みが取れるようにしたりとか、まあその介護の方についてはその高島君っていうそのすごく有能な女性がいるんですけども、お母さんが手術をして誰も面倒見る人がいないんで辞めるっていう話になって、どうしても僕はその高島君に辞めてほしくなかったんですよ。でその子はまあちょっと僕が育ってきたみたいな部分があって、派遣会社で来た子だったんです。なんかこう気になる存在っていうか、何かこいつ持ってるよなみたいな。で君って本当に自分の心を隠して生きてないかみたいな話をしたら、まあ実はこうその半年ぐらい前離婚してきて、で毎日泣きながら生きてるんですみたいな話。そういう、でもこの会社に来たらそうじゃない生き方に変えれるよと、君が本来持ってた力をもうちょっと戻そうよというふうな話で、でいろいろうちの管理職になってもらったりしてたんで、もう辞めてほしくなかったっていうかね、そういういくら僕が頑張っても僕は女性ではないので、そこの部分については人が真似できない部分。それでもうどんだけ休んでもいいからな、もう何だったらもう夜しか出てこれませんけど会社空いてません、ね、じゃあもう俺がスナック作ってるスナック風味でやったらどうやって今うちのねネットショップの店長をやってます。またホームページ見ていただいたら、でそのまあそれで戻ってきて、まあそれはうちの社労士さん、ちょうど伊勢の人、出口なんだって言いました、ゆういちか、ケイチか、出口ケイチさんという非常に極めて優秀な社会福祉、社会福祉労務者社会保険労務士、社会保険労務士さんとやって、いろいろその労働に対しての、まあ、新しい取り組みをどんどん始めていったんです。つまり私にとって大事なのは女性に対して働きやすい職場から始めて、会社にいて楽しい職場に変えていきたいと思うようになった。どうしたら楽しいか、どうですか野呂さん、雰囲気とか変わってきましたでしょうか。雰囲気はだいぶ変わりましたね6、7年くらい前から、6、7年くらいですね、もっとピリピリしてた感じだからね、だから一つにやっぱり僕、うちの共同経営者の専務が女性であったりとか非常に大きいし、もう彼女の言ってたことはこういうことなのか、よくこういうことを言ってました。電車へ乗るとスーツ着てる男性を見ると私はもうすごくもうしんどくなるって言ってね、まあ、ついのネクタイ締めて地味な色のスーツを着て、でも同じ車両に
まあ、女性の方、結構年配の人でもすごいワイワイ喋って華やかだと、男はどうしてこんなに暗くてダメなんだっていうことを思ってね。だからそういう人たちが特に例えば伊勢のようなオーセンティックな街には多いわけじゃないですか。だからやっぱりその男をもっと蹴散らすべき。この僕去年の男女共同参画の映画祭、滝長はなんだっけ、ね、おばあさんが刺繍屋を作って、マルさんの刺繍、マルさんの刺繍、これはまたいい映画でね、あのマルさんの小さな刺繍、これはいい、これって思いましたね。何かもっとね、男の目から見た女性じゃなくて、まあ吉永小百合が演じる女性なんかも、なんか男が見たら女性っぽいじゃないですか。やっぱ女の人の方がね、男より強い、染色体的にも完全体は女性ですから、だから男なんてダメなんだっていうような社会を僕はしたいと思いますね。とにかく日本の男はダメなやつが多すぎますね。いや本当にね、ダメとかね、つまんない、面白くない。だから僕はせめてあなたギャグ言いましょう。親父ギャグ言う、親父親父ギャグ言うな、親父ギャグ言う、親父だっていう早口言葉を3回ぐらい言ってみたいなね。あとはギャグの精度を高めるみたいな。せめて人に笑ってもらえる存在になってから人生をやり直したらどう、墓場に行かないんだってって思いますけど、とにかくだから僕はもう男性厳しい。女の人 の, そのやっぱり明るさや面白さ、ね、はあるわけじゃないですか。だってうちでも親父がちょっと先週土曜日から来てるんですけどね、お母さんがちょっと亡くなったんで、一人だとやっぱ何もできないんですよ、男の人って。もうああしてこうして、ああしんどって思いますよね。なんか女の人一人やったら、そう、金さん銀さんの娘たちみたいなね、おいおい政治まで連れ出してるよ。なんかね、ああいうのが、まあ、僕はいいなと思いますね。もっとこう明るくて楽しくて、だから浜田君のお母さんの勝子さんがもっと前お父さんに前に出るような伊勢市に帰るみたいな、何だなんだらしいみたいなね。勝子って読まへんらしいけど、なんか G 勝子やから勝子さんって言うけどですよね。はい、いつもなかなか保険的な部分がすごい多いし、やはり男女共同参画ってさっき言われたように、女性の権利だけを主張するっていうふうに勘違いされるっていうこともあって、やっとこう連合が あって、そういう活動をしとるんやということが伊勢市民の中には定着をしつつありますけど、ただまだまだ非常に厳しいということがあるのは、一つはやっぱり企業の理解がないということをやってすごく思うんです。で、まあ、牛丼さんなんかは女性の管理職もどんどん増やしたりしてやってますけど、けどまあ、この連合に入っている傘下の、まあ、例えばパナソニックさんとか、まあ、いろいろあるじゃないですか、玉木伊勢とかもね。はい、新興電機さんとか、ああいうところなんかは、女性のこう管理職はいるか分かりませんけど、その楽しく生き生き女性が働いとるかっていうと、そうではないと思うし、やっぱり企業の理解っていうのが、結構社会を変える大きな部分と違うかいなってすごく思う。まあ、組合ってね、組合がどうしたら社会で影響力を与えられるかっていうふうに考えてる人たちですからね、それって女性の生き生きと関係ないですもんね。そんなんしたらもう組合で話し合いするとき、あ、もう子供迎えに行ったら帰りますわ、何ってなるわけです。ずっとおってくれみたいな、ここでもう生活してみたいなことなんじゃないですかね。でもまあ社会に与える影響結構大きな部分を占めると大きいじゃないですか。まあでも古い車でしょ。そうです、古い車に新しいエンジン積んだって仕組みは変わんないでしょ。でまあ私本当にこう企業さんとね、仲良くなりたいってことで、山川さんなんか庄司のり子さんに似てるって言われます。似てるよ。似てるよ。なんかね、それが一番似てるね、赤木さん。渡る世間、また鬼に出てましたね。私たち、金ちゃんの話が出たで、何やったっけ、
金サバに出たんです。おすごいじゃん。まあ、あることがあってこの2人と私が3人 でその時にすごいやりました。赤木カレーさん出てくない校長先生っていう3人になった方がいいですね。卒業証書もらいたいですね。だってさ、小さいなと笑って、そういうことがあって、あの先ほど本当に言われたように従業員が幸せになる会社作りっていうのを、あの非常に、まあ、杉本さんなんかはその、あのノウハウを聞きたい、お聞きをしたいと、どんなことでも、言ってますし、どうぞ。私も、私定年にして今こちらに寄せて、まあ、地域にこう密着したいなということで、一つは連合のメンバーに入って、まあ、いろいろ活動してるうちに、まだ伊勢へ住み出して10年経ってないものですから、まあ、そういった中で、その元いた会社もこう、なんていうんですかね、まあ、従業員を大事にしてた会社というふうに自分は認識をしているものですから、で働くのがやっぱり楽しく働く、自分のためにそういった会社だったものですから、だから松浦社長のこのいろんなホームページとかそういうのを見てると、やはり非常にその上社員を大事にしていく、社員を大事にすることをまず顧客満足も当然大事なんですけど、例えばね、顧客満足って言い出したら、うち1500万個の商品作ってるわけですよ。1500万個年間にね、1500万人の心なんか思えない。石原都知事以上ですよ、それは。だから、でも働いてる人の顔は見えるじゃないですか。で、その何度も言うように、僕はもう、本当は社長がやりたくないんですよ。もうずっと家で本読んどきたい。僕、作家になりたいですよ。作家じゃなくて、本出ますんですわ、6月に。21世紀中輝く会社の最初の1年にしよう。略して21世紀中年っていう。21世紀少年時代中年時代からね、それをね、でもう仕方なしにも親がやってたからこれをやるとしたらね、せめてこう自分が気持ちよく経営者をやりたいじゃないですか。まあ、言いたいことも言いたいし、例えば交代勤務とかうちやってないんですけど、なんでか言ったら会社前に家があるでしょ、夜も電気ついてたら、仕事してんのかな、大丈夫かなって心が痛むじゃないですか。自分がやってないことを人にさせたくないです。結局自分から発生して社員がいるわけじゃないですか。でその人たちが幸せなかったら僕が幸せじゃないわけです。そうじゃない人もいると思いますよ。社員が発泡酒飲んで自分だけロマネコンティー飲みたいような人もいるかもしれないけど、僕はそういう人間ではないので、自分と出会って良かったと思う人を一人でも多くいてほしいと思う。だから会社という形は何かというと、松浦信夫という人間が社会実験をしている一つのサンプルである。僕を見るよりも僕が作ってる組織を見てもらった方がその成果が明確に共有できるかなというコネクターのように考えですね。まあいろいろ実験して、まあ、良いと思うことでオリジナリティの高いことが残ればいい。一番最近やってるやつなんか多分日本では誰もやってないと思いますけども、会社の中に4人組の家族を作ってるの、プチコミファミリーって僕ら言ってるんです。でその会社の中で離職率が17% 以上上がったことがあるんですね。その離職率っていうのは何かというと、就職して3年以内に辞める人を離職だというふうに私たちは考えています。3年経って辞める人は会社の原因というよりも、まあ、自分の人生のいろんな設計であったり考え方がある。でも3年以内に辞めるというのはどっかで会社に問題があるんではないかという問題意識を持っているということです。そうした時に辞める人にアンケートを取ると相談できる人がいない会社になるっていうことでした。で同じ職場の人にはなかなか相談できない上司や部下、
だったらそういうの関係ない部署を集めて、古い人は長男長女、新しい人は次男次女というふうにして、会社が1回3000円1人お金出して、そこでご飯食べておいて、で領収書だけもらってきてみたいな感じで、それもあの4年ぐらい前からやってるんですけど、一昨年あるチームが旅行に行きよったんですね。旅行行っても日帰りで吉本行ってきました。それは報告書写真入れで載っけてて、で、まあ、それもその頃と同じくして下にありまして、マーケットコミュニケーションボード、何どんなことにも載ってて、あそこに貼ってたんです。掲示板というのは何をいつまで貼るかを考えるべきではない。掲示板の担当者は掲示板を1メートルでも長くするのが仕事だ。でも多くの会社は違うでしょ、この辺に反応していつからいつまでみたいな感じで、なんか貼る人間の方が権利を持って、で大きな工場行けば誰でも見てない現場になんか円グラフとか貼ってあるわけですよね。ドロドロの紙を貼ってね。それで会社は休止活動した。もう活動自体が休止してるんですよ。その休止と休止もあるみたいですね。でそのじゃあこれで社員旅行やってみようということで、その4人組で海外旅行に行ってもらってます。20チームぐらい海外ツアーやって、1人10万円で週間の休暇を、で足りひんは自分たちお金出して世界中どこ行ってきてもいい。これは日本でやってるのうちだけですね。本当ですね。これをすることによって、まあ、見識も広がる。自分たちで全部飛行機の手配から何からツアーを組みますので、それプラス何ていうのかな、その期間1週間いないのでジョブローテ、ワークシェアリングができるでしょう。絶対いない、うん、そういうことで一人の人間だけが抱えている仕事をなくすことができるし、もうそれは結果としてそういうことになったということ例えばこういうのは極めてやろうと思ってもできないこと。でも、この子たちはパリに行きました。この1月の初に、どうかでしょうか。だからみんな、みんなでしょうか。4人組なんですか。何人でいた。私は4人。そういう基本は4人。基本は4人なんですよ。なぜかというと、これもちゃんとした理由があるんですけど、お父さんとお母さんとっていうんじゃなかったんですか。兄弟。あ、兄弟。うん、兄弟、兄弟です。長男。長男、次男。ファミリー。家族にしたらもうややこしいんでね、あの、私そんな年ちゃうわとか言う人もあるんですけど、兄弟だったら思い出たりしないで。4人のポイントってなんで。これが、あの、妹、妹先生。最も嫌なコンパは、どんなコンパか。こんなにの席が盛り上がってるコンパだと思います。あったよかったって思うじゃないですかねえ、あのだから一人のテーブルでご飯を食べるのが一番楽しい。一つのテーブルで、だから4人が一番そう。だから4人、長男長女次男次女と分けれるし、これなんです。で、早く入った人が一番上になるという、この会社のヒエラルキーとは真逆のことをやる。常に僕はそういうふうに、例えば書いてますと、会社の組織は常にピラミッド型になってますよね。ここに社長がいる。で、お客様はここの、ところにあるわけです。でも、実際の会社の仕事で言えば、お客さんは同じだけども、社長が一番下で、社長はお客さんと直接話し合ってない。うちで言ったら、パッケージを運送会社に引き渡す人が一番大事。この人が落としたのをごまかして載せたら不良品なんて返ってくるから。つまりこれとこれが両方共存できるような会社の仕組みが必要だと思います。まあ、連合とか組合やってるのもこっちばっかり、日本が良くなるはずがない。集団で活動して何かするというときに、時々ガラガラポンでそれを逆にする。音楽のハーモニーがそうじゃないですか。
なんかあの滝蓮太郎が作った春とかね、歌って低音部ね、春のうららの隅田川で、何やそのメロディーって。でもやるとめっちゃかっこよく聞こえる。だから相反するものが共存することによって物事は一体になって存在するというのが一応僕の理論です。だから会社のヒエラルキーを守る活動とかと真逆のことをたくさん、全然部署関係なし提案書を直接社長に言ったりっていうこと。最もイノベーションを起こしたいのは僕だからです。社員もつもります。もし君たちが仕事を早くしたかったら僕に相談するという、すぐ決めてやる。なぜかというと僕は仕事を辞めることもできるから、だったらそれを辞めればいいじゃないですか、すぐに。でもゆっくり仕事したかったら僕に隠れて仕事したらいいじゃないですか。でも僕は君たちのことをたくさん見てるから必ず見つけ出してやるって、こういう経営者がトップにいたときに会社は変わらざるを得ないのか、いいですかね。だって僕にとって番組制作は作品なので、その作品が常に魅力でかどうかを一番関心を持って、仕事がうまくいったとしても君のお客さんと部下のやり方は全然美しくない。そんなんじゃね、番協の社員とは言えない。例えば会議を一つやってても、いろんなことを提案して、僕とこの会議は面白いです。全部結果を書いてこい。でそれをホチキスで止めたやつが揃わないと書いてやらない。つまりラストシーンを考えてこれない人間は発言をしてほしくないっていう。犯人が最後まで捕まらへんミステリーね、見たいですかってことですよね。相棒でもね、あもうすぐ最終回のスペシャル、スペシャル、どうぞもう死んでよミッチーって、ミッチー死のうか、もしくはミッチーが犯人っていう、多分最終回ならそういう設定で実は犯人じゃなかったっていう。これは誰なんでしょうね、相棒。もう君も大好きなんで、その相棒の話ばっかりしてるんですよ。いや、もう一回あの、まるまる君が戻ってきた、そう、ね、寺脇さんね、あの人がもうさ、海外から帰ってきて、言う話をしたら、なんなんなんかね、太陽に通るみたいになってるんですけど、その3代目が出てこいへんということは、もしかしたら寺脇さん持ってる可能性もある。いやな、なんかそうそうそう、先となんかもっとこうプライベートなとこやってくれへんと面白くないんですよね。そうそうそう、中年の男はかっこよく生きる道があるのかどうかというテーマで僕は相棒をずっと見てたんですよね。いや、あれだけ男が出てくるやつないんですよ。大抵のサスペンスは片平なぎさの方が前に出ちゃう。神田正輝ダメやって。あれどういう見てるとき、なんか自分ってこれもらっていいのかなと思うときって、あの、そうじゃねえ、こんちゃん、かわいいなぁみたいなね。そうそうそう。思いつきすぎやん、片平なぎさだと。だからもう浜優子のやつをこれだけとかな、もう左でトンペで入る、もう結婚しないよ診察室広すぎるし、ここみたいな忙しいのによく見る。なんか土曜のなんか1時間ぐらいなんかなんかつい見てしまうんですよ、あの時間ねえ、あれね、いや僕だから作家になって、あのミステリー作家になりたいんで。ああ、それもうどなたが好きですか。うん、いやそれはあのなんだ、東野圭吾、東野大好き、宮城県議とかみんなと同じですよ。うん、かさむかさむか、本当に。いや、でも最近みんなとかなえもいいんだ、こいつ絶対呪われたことばっかり言って、悪人とか呼んでひどすぎるわ、なんかしみたいな。そうそうでしたっけね、あのなんか八日目のセミとかね、やったってことだよね。もうお前が不幸になれよみたいな、もう話がひどすぎる。登場人物が全員呪われてる話を聞かなきゃあんてみたいな。もうね、港かなえはひどい、あいつはひどい。なんか東野圭吾のやつも安心して見てますやんか、あー綺麗な定規であれたみたいな話やみたいな、不倫でも綺麗に書いてるやんこれみたいなね。まあ、ただ順調超えられるのは東野圭吾しかないみたいなね。もう思ってるもう何で相棒の話やって、まあ、それだと最終回見ましょうね、皆さんね。
6時からかな。いや、絶対ミッチが犯人やと思うこれ。で、疑われてみたいなね、そういう話。ラストシーンは必ずっていう話で。ああ、そうそうそう。ああ、それです。そうそうそう、ミステリー。で、その女にそれをこう書いてきてもらって、君はどうしたいのっていうのを聞きます。その上でみんなの意見を聞きましょう。まあ、うちの会議はみんな気づきのある会議っていう。何かを決めるのではなく何かに気づくことの方が会議体として正しい。で、もともと野呂君たちの総務部が女性しかいなかったんです、当時。で、うちの専務がそれやりたいって初めてやったっけ、野呂君が初めてやったっけ。まあ、みんなで話して、うん、ほいでね、それってそこのみんな話してるときになんか笑ってたんですよ、僕前通ったらね。会議でギラギラ笑ってるし、なんか面白そうやからって僕もちょっと入れてよって言うて話聞いてたら、確かに面白く、他のうちの会議がもっとしかめっ面してなんかもうしんどい会議だったんですね。とりあえずじゃあ他の会議も全部会議の上に気づきのってつけてって、一番最後の出来たやつが気づきのクレーム会議でずっとやられてる会議でした。でそれをやっていく中で、まあいろいろ僕の方から例えばあえてその会議に出られないようなゲストが一人来たりとか、社員だとかで、最後に今日のこの会議聞いててあなたはどんなふうに思いましたか。そうするとあまりパワーハラスメントになりにくいですね。まあ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 、ちょっと怖かったですみたいな、そういうのがある。できるだけこうゲストがいると人間って冷静にやろうとするじゃない。で、僕はそういう中でも社員に言ったときに、次の段階においては、君の言ってることは正しいね。でも全然面白くない。この会議に僕が出ている意味をよくよく考えてみて、君はもっと僕にアピールすべきじゃないの。人間としての魅力を。っていう、ってやる。煽ってやるわけです。メグリズム、煽リズムですよ。煽リズムみたいな。煽って、もう。もっとこう、来いよみたいな、夏木マリ、絹の靴下です。古いなぁ、皆さん分かりますよね。よくやりましたよ。夏木マリさん、もうギリギリかもしれませんみたいな。今はカーネーション。あ、もうカーネーションね。どうしたの？確認。あ、カーネーション。もう最終回。誰かもう分からへんようになってきたみたいなね。まあ。もう僕はあの誰だっけ、大石まどかさんやっけ、名前忘れて、あの二人子とかね、オードリーとかがいたり、大石さんね、あの人の脚本が大好きでね、もう大石さんはすごい、あの私ってブスだったので松田聖子ドラマとか書いてて、もっといっぱい書いてるかもしれないけど、ずっとそれしか見てないんで、大石静香ですね。そうなんです。だからあんなドラマ見てたら、もう俺に隠してくれっていつも思ってますよ。俺はもっとドラマチックに、僕は二人っ子が好きで、あの将棋のやつ、もう全話 DVD 買いましたよ。毎日泣いてましたよ、二人っ子見て、オーロラ照子が死ぬ手前ぐらいだったらね。うん、そうだから、あのカーネーションもね、もうちょいね、ドラマチックに刺してくれたらええのに、みたいなね。そういうだからもう高校生レストランのドラマも大嫌いだったですね。あのもっとドラマチックにしてみたいな、俺に脚本書かせてくれって、でも俺って誰なんですかってなるから、とりあえずまず直しを取ったら直しを取ったらサスペンスドラマの脚本ぐらい書かせてくれるよみたいな。今はだから最近あのパンの宣伝してる人とか、離婚した素敵な金縛りの監督した人、三谷幸喜とかな。サワの番組俺にやってるんですよ。あれいつも見てるんですよ、土曜の朝の7時から。あ、おもろですよ。なんか日曜の朝 の3人組のやつより絶対サワの朝ですね。あ、そうですか。サワさんのあれおもろいんですよね。あの人結構喋るもんね、いろんなことは。あの誰が来ても阿川さんのあの番組面白い。この間の誰だって、そのさっきの監督、
三谷さんの回も面白かったですしね。なんかそうなんですよ。なんでラストシーンで脚本か、そう脚本書かしてみたいな朝ドラの話ね。うん、本当にね、なんかどうすればドラマチックになるか。自分の目がカメラ、耳がマイク、口がスピーカーで、どっかのケーブルテレビでこれが放映されるとしたときに、どうしたらチャンネルを変えられないかっていうのを人生のテーマにするんです。ね、岡さんもね、もう女優みたいな感じですけど、赤木春江を演じて、好楽のおかみさんの役しとったらいいんですよ。もうね、まあ、ああいうてね、なんか見ましたからね、そうそう、もう終わっちゃった。あれなんかお父さんがね、あの藤岡淳誰だっけな、藤岡拓也の時が良かったんですよ。なんかもうどうしようもないよねっていう、特に今日歌子に言われた時とか、うーんって薄い意見だったら、多分全て解決できそうな気がするんですよ。綺麗すぎる。そう、あそこがね、なんかね、藤岡拓也のうーん、お前はそう言うけどねみたいな、あれが良かった。押し切られ系っていう、僕で言う、そやなきをすまんだはって言ってるんですよ。そこは全てそやなきをすまんだはって言う。女性に抗おうとしてはいけない、そやなみたいな、すまんだ、全ての男はそやなきをすまんだはに解決すべきであるっていう。こうすると世の中もっとうまくいく。女性の言ってることは基本的に正しい、言葉は全て間違ってる、遺伝子的にも結果欠落してるんだから、こういう風にするといいですね。いいですね。女性が中心になったら世界に戦争なんか起こらません。そう思います。そう別にミサイル飛んできても落ちてこなきゃいいじゃんみたいなね。もう思いますよね。ほんだらええやん、逆落ちてきた方が観光名所になるぞみたいなね。そういうこと言ってほしいですね。町おこしにぜひうちに行きたい、滝町に落ちたらみたいな、瓦礫を受け入れるどころ か、 なんかミサイルも受け入れますみたいな。おじさんの人は伊勢神宮がないことそれはやばいじゃないですかね。すごい爆弾言っちゃダメです。あのね、いや本当にね、まあちょっともっとこう明るく楽しく、そうですね、大変なことなんか起こらへんで、最近一人も言ってるぞみたいなね、一人の本読んでますで、ちょっと恥ずかしいんですかね。もうなんですかね、どれが読んだ本か分かんなくなってるからいいやと。あ、どうぞ、もっとご質問があれば。その、明るくそのみんなが生き生きは働けるの、うん、その作り、それが、なんていうかな、人作りっていう、多分社長の私のその想像なんですけども、うん、みんなが楽しくなるっていうのは社長のその思いっていうか、そういったものが社員一人一人全部届いとるんやろなっていうふうに。どうなんですかね、野呂さん。そんなことないん違う、変な人やね。でもその毎回毎月1回全体で集会があるんですけど、その時に派遣の人も集めて、社長の話なんとかは入れてもらうんで、そういった時に社長の思いみんなに大抵もっと喋ってくれるんで、最近は最初から出てて、司会者のこと一緒に漫才を書いてこれがまだね、新しくもうすごい面白い、受けるんですか、受けるんですよ。もう相手もカチカチになってるわけじゃないですか。それでこう楽しく、もう笑いすぎて何聞いたか分からなくなるぐらいにしたいっていう。社長はかなりお忙しいように見受けてるんですけど、はい、ホームページなんかネットで見て、そういった中でその会社の中のその社員さんの目つき顔つき会話、そういうものもその何ていうんですかね、はい、取り上げる方法ですね。一つにはね、あの会社の中であの日報っていうのを書いてもらってるんですけど、でこのこういうまあ細胞図というイントラネットを使ってるんですけども、でそのそれで社員が毎日毎日こう日報を書くんですね。でまあ一つにはこういうスケジュール、全員のスケジュールが分かるんです。
今日誰がやって何をやってるかというのをが分かるようになってます。あ、いらっしゃい。のせねを同行してる。おー、いいです、いいです。同行いませんか。同行に来たんじゃないかね。ぜひ、お客さんに来たいっていう。あ、そうですか。松浦です。何中学なの？大花中学。大花中学です。どうも、いらっしゃい。どうも。あ、いえいえ、もうここに。はい、あなたたちがするまでずっと雑談してたこれからも雑談みたいなね。まあまあ、そうか、そうか、はい、何買いに入ったの？あ、うちの孫ジェルズのところにぜひ入ってくださいって言ったら知ってる。知ってるよ、知ってる。それでここ行きたかったのね。あ、そうな。おめでとうございます。ウェルビーイングっていうあの農業生産法人じゃないか、あの NPO 法人やってるんで、ぜひ入ってください。何が大変かって言うて、毎年卒業していくから一から教えなあかん。あ、高校野球の監督ってこういう気持ちなんやって初めて分かりました。せっかく教えてもね、卒業しちゃうでしょ。この4月にも新製品が出るんですけどね。今ジェルが出たんですけど、このクリームが出てるんですよ。全部です。これなんかもね、本当にあ、そう、さっきの話を先してしまいます。このイントラネットでスケジュールが分かるのと同時に、その全員のその今日どんなことしましたかっていうのが書くんですよ。で、まあ会社からこういうスマートフォンを渡してるんで、家でも見れますし、例えばこれ仕事の内容があるんですけど、下に一言書くんですね。例えば三戸中君っていう子は、昨日夜ドライブしていると丸木さんの三宅君っていう、三宅さんの家の近くに警察がおり、次々来る車を止め、いろいろと質問して、私も止める質問がありました。11月にあった事件の内容のようで、ひき逃げされた男が言い難で死体として見つかったということで質問されました。身近で起こっていると怖いですというふうな話で、みんながいろいろそれに対してコメントしてる。まあ、これはちょっとリアルなやつですね。まあ、もうちょっと面白い。みんなが見れるんですか？みんなが見れる。あと共有できる。そうですね。で、まあできる限り僕はこれ、まあ180ぐらいの子は書いてるんですけど、まあ一応見て面白いのはもしちょっとコメントを。それと僕自身が毎日ブログを書いていますので。これがようできてるんですよね、このブログが。皆さんもぜひ検索登録をして、そう自画自賛ほど素晴らしいことだね、本当にね。これは僕は天才神岡龍太郎理論、まあ、神岡龍太郎知らんもんけど、神岡龍太郎いうお笑いの人がいて、漫画トリオいうで漫才でやってて、まあ、バンバン今週のハイライト、まあ、ここ全然関係ないと思います一応言うときました。これ僕のFacebook のページ。ぜひもうこれからのメディアを Facebook でやると。これ、毎日僕はここにブログを書いてるんです。なんかこれがようできてるんですよ。もう今もう何百人の人が呼んでくれて。1000人、友達や1000人ですよね。毎日毎日こうやって友達になってください人が来るんですよ。まあ、ぜひぜひぜひ、そうです。面白いです。そう。もう今朝書いたやつなんかもう118年がいいねです。今朝もですよ。なんかもういやらしい。7時ぐらいに載せると一番いいねが来る。あ、式前に呼んでねみたいな。もうラジオの DJ 顔だよみたいな。ちなみに今日書いたやつ読んでみましょう。今日のタイトルは眩しい中学野球。昨日は春分の日、私は息子の高田中学での練習試合を初めて見に行った。先週の土曜日から1年ぶりに父がこちらに来ている。長女の大学の入学祝い金を届けるためである。私の父は大地という、私の息子は新田という。新田という名前は私と父の名前を一つずつ取った名前だ。父は今年83歳、もうこちらに来るのは最後かもしれないという。孫たちも私の子供たちが一番小さいくらいで、半分は成人した。
昨日は妻と私と父でシンタの試合を2つ見た。1つは引き分け、もう1つは日程戦で負けた。シンタはファーストで5番、チームの中心である。学生時代運動に縁がなかった私は昨日のシンタが眩しく見えた。ユーミンの歌にある眩しい草野球のように、もし父が亡くなったら思い出すのは今日のような日のことではないだろうかと私は考える。写真はバッターボックスのシンタ、ホームだけは大リーガーであるってことです。写真とタイトルと文章が3つ俳句のように連動するような、時々は日本社会をどう変えるべきかとかそういうのもあります。本当によくできてて、いつかいつかこれを集めて本にしたろうみたいなやましいことを考えてるんですよ。なんかよかったですね。つまり本当に言いたい心のところは書いてないんです。いい文章は大抵そうです。いい文章は粉雪のように降り積もって僕は言っています。いろんな出来事を重ねていった時に人が持つイメージってあるでしょう。それを文章で毎日毎日実験してるんです。だからチャンロンゴンじゃないけど古いね、ちょっとあなたが好きだからってこんなのダメなんですよ。お前のこんなの嫌い決まってるじゃないかって言った方がいいでしょう。なんかねそんなことばっかりやってるんですよ、ね、うん、ぜひうちのホームページでバックナンバー見たらもっと泣くやついっぱいあります。今日のなんかもう 35% ぐらいですね。そうそう、その天才神岡龍太郎君っていう、神岡龍太郎さんは自分すごい頭がいいって思うイメージありませんか？あるない？あるでしょ。で、神岡さんでなんでかっていうと、神岡さんをこう言うてて、それを僕が自己紹介するときに天才神岡龍太郎ですって言うてるから、自分で天才って言うたら何人かの人もそんなそんなちゃうかと思うんやって今って言うてて、あ、これはすごいなって言うて、で神岡さんはね、大学受験に失敗して、まあ、漫才師になったんですけど、神岡さん高卒です、ですよねっていう、その相手ですよ。僕は高卒じゃない。慶応大学受験失敗の神岡龍太郎だ。だから、普通の高卒は高校卒業して仕事する。俺は大学行こうと受験したから違うっていう、この差を言え。だから、できるだけ自分ですごいって言った方が、みんなだって自分の大ファンでしょ、ね、自分より人の方が好きなんていう人は自分に対して正直じゃないだけでしょ。ちょっと早すぎて分かんない。とにかく僕はお客さんに対してもこういうことを言うんですけど、もし自分の会社や自分のところのサービスが一流でないっていうのであれば、それはそのサービスを受けてる人がかわいそうだと思わないの？ね、うちみたいな店で買ってもらってたから、うちのサービスやってもらってって言うから、じゃあもっといいとこあったんだなってお客さんも、逆に本当ラッキーですよ今日僕の話聞けてって、きっと今日から人生変わるよって言われたら、そうですよね、本当皆さん変わるんですけど。そのためにはできるだけこう僕自身が社会から評価される立場になればいいわけでしょ。だから意図的にそういうことをやってるんです。なんか今後しばらくはなんか体に優しいカフェオレを変えてもらって、はい、ね、ちょっとね、こう決算なんですよ、この決算になるとものすごい大変なんですよね。決算がどういうものか中学生に分かるような、中学生も高校生だ分かるように言うたろう。決算とは君たちが新幹線に乗るんです。で東京に行く静岡のどっかの田んぼの中に誰か立ってんねん、その人の写真をブレーゼン撮るみたいな話。もう名古屋に来てもらって一緒に乗って撮ろうよって思うけど、その決算の日でもう会社の持ってる財産とか損を全部分けなんか、これは君らが持ってる小遣い帳やったら、あ、小遣い5,000円残ってるから利益5,000円です、繰り越し5,000円ですね。違う、この机が今いくらとかそんな全部出していかなんか、これが大変なんですよ。何の役目だって税務署に役立つだけですわ。ほんま半分納めなあかんからね。
これがもう不毛すぎて不毛すぎて、もう決算2年に1回してって言いたいですね。あの佐藤君なんかちょっと余計に払ってもいいかなみたいな、もう、まあ、2年に1回したら今度3年に1回してって言うような感じで、餌なんかないのがいいじゃんみたいな。今日も駐車場代あの駅場に払いに振り込みましょうかって、いや現金でだけ絶対申告してないなって、なんかね、そのくせ収入印紙も貼ってなかった、収入印紙貼らないですかって、いや持ち合わせがない、絶対これも捨ててるなって思わない道路でアスファルト舗装が増えてるはずだよな。でもそのおばさんというか、もうお子さんというよりもかなりのご年齢の方でしたけども、年払いで払いたいんですけど、ニコッとした時のあの顔が、なんかその顔に1万ぐらいあげようかなって、ここは逃げてお金もらえるってこんなに喜ぶんやみたいなね、嬉しいなみたいなね、3万6千円渡したらね、これでなんかカバンも買おうかなって今思ったらちゃうかなみたいな顔を、現金ですね、現金渡したからみたいな、あの僕の話すなんでこんなんか分かんない話が多いんだよ。自分で言った方がいいよっていうことなの。だからレインボーの宇宙、レインボーは日本で一番素晴らしいその女性の生き方を追求するグループなんですって言って言った方が、うん、谷間陽子さんも毎週来てますよ、うちにみたいなね。三重県で日本一って言った方がいい。もううちと一緒にやらなきゃ損よみたいな。だから上岡龍太郎で、あ、そうなんかなみたいなね。鈴木も市長を支えてるだけやからみたいな。もうレインボーがもう支えてるからもんやからみたいな。本当にそうなんですけど。こうね、もう全部コラボですと。コラボって、っていうふうに、というふうに今一番半ぐらい喋りましたけども、面白いでしょ、僕の言ってること。面白いです。ここなんですよね。だから、面白くないものは続かない。それほどのものです。例えばレインボーの活動でも、うん、まあ、男性も4人いるんですけどね、あの続いてるっていうことはレインボーは私たちが面白くしてるから、みんあのレインボーのメンバーも続けてずっと活動をやってるんやって、うん、まあ、それは理論です、ね、うん、まあ、ここはリハレーそっくりやな。リハレーしてる、知らん、知らん、出渡る席の見てないね。いや子供がドラマばっかり見るでしょ。で僕もね、そのパソコンしてる部屋がその子供を見るとずっと連ドラ見てるんですよね。あのもう全部見てしまう。まあなんかもうほんま、あの家政婦の見た連続で見てるやんかみたいなね。結局ね、あれ続いてたやんとかね。いつもこうです。宮古町長のやつも昼夜なかったら見れんのにみたいなね。もうまとめて DVD とか出してほしいみたいな。もうだから大抵朝ズバ見るでしょ、うん、そっからスッキリ見て、そっから昼なんです見て、いいとこ見て、徹子の部屋見て、ミヤネ屋見て、会社行くのやめようって。これは僕の理想的な一日ですね。で彼女はね、まあ、あの 3.11 もあって阪神大雨大震災の経験なさったじゃないですか、うん、で会社にもうあの社員がの命を守るっていうことね、いろんな工夫をなさってみえるじゃないですか。そのことをあの遅れてきた小川はね、うん、一回聞きたいなと思ってます。もしそれよかったら後で会社の中回ってみると一番いいと思いますけど、まあ、基本的にはやっぱり自分が死にそうになった、死にそうになった人間が重くなったから一つ二度と死にたくないっていうことなんですよ、うん、まあ、あのそうじゃない人もいるかもしれない。自分で死にそうになった人は別ですよ。自分で自殺した人は何でもその道に行こうとしますが、死にたくないと思う人はだからどうしたら死なずに済むか、さっきの理論から言えば、僕がなりたくないことは社員もなりたくない、うん、だからうちの社員は全員派遣会社の社員も含めてみんなインフルエンザ予防接種させますから、うん、インフルエンザだったらしんどいからもう絶対ならなあかん、お前のせいでみんながダメになんねんみたいな。もうあげるわお金3000円って、あの受けてよみたいな。なんかその極端ですね。だから
人は知らない工夫をたくさんいろんなところでしていると、縮めて言えばそういうことで、まあ、三重県の防災ネットワークの委員もやってるんで、防災三重で見てもらったら僕らがやってる活動とかになりますけど、まあ、なんていうのか、津波がね、十何メートル来るから、そんなんって極端やんかって思うんで、今まで何もせんといてね、いきなり津波が来たから津波来るところに変わらなあかん、日本人やめなあかんですよ、そのことしたらね、みんな軽井沢で住んだらええねんって話じゃないですか。寒いよ、不便やで、あんなとこ行ったら、僕は学生時代あんのようなペンションブームとかあってね、こんな何が面白いねんって、大学の時泊まって爪切り貸してくださいって、爪切りなら貸せませんって言われて、二度と来るかみたいな、爪切りも貸されへんの、このホスピタリティでもなんともないわみんな東横インに滅ぼされたらええねんみたいな、ここの貧しい朝食が大好きですみたいな、おにぎりとポテトサラダで何ご飯食べたのか分からへんみたいな、なんか工夫してきて、逆になんかそっちの方がなんかいっぱいもう食べれるとこあるやん、もういっぱい取ってみたいな、結局全部口の中温泉卵の味になって分からへんみたいな、温泉卵取っちゃうわないです。昨日のザキヤマのあれをロンドンハーツ見たんで、ちょっとこう喋ったんだった見た、面白かったよ。あれが理想やで。大人は みんなあの生き方、ザキヤマ的な生き方。ザキヤマわかんない。やっぱ面白かったですよ、昨日ロンドンハーツのね。ザキヤマを糾弾するっていう、ね。あれが面白いんですよね。僕はもうザキヤマにもかなり影響を受けましたね。これや。お前もザキヤマみたいな言い方にしろみたいな、そっくりやないかお前のもともと顔からね、もうザキヤマでいけよみたいな、皆さんから話聞いてる誰かに似てるなと思ったらそうなんや、そう僕ですか顔みたいな言ってること、あ、鈴木英景の方が似てると思いますけど、なぜその何で車掌やってよかったかって、こうやって人に聞いてもらえませんか、話を、これはいいっすね。だから僕は付き合った女の子もずっと話してましたから、モテないですよ、こういうのに。あれで女の子と今日、昨日女の子誰々ちゃんがなんか、こんな下旬遅れたもんって、それ何の意味があるのみたいな。いや、ことばかり言ってたんで、それでモテない。今は公園からなんかすごい涼しい、今日昼から行くんですよ、穏やかで、ふざけんなよ、たったの何か渋いのとやろうときに多いなんで、あ、そうなん、じゃあ残業ね、すごい貯蓄残業させとったって言って、あ、今日それ言いますわ山川さん言ってました、貯蓄残業全部おかみの高級バッグに当てられたそうです変な中華料理出すからこんなことあるんです日本料理やろ、普通食べたいのはみたいな、駐車場どう行って入れたかはいいか分からへんしみたいな、もうカード曲がってまうわみたいな、あとは変ななんとかホテルに行ってまうわみたいな、カードを山の上で、そうですね、そうそうね、そうだ、あ、そうで、いつの話ですか、最近昨日かね、水分量とかね、それで50分だったかな、なんかね、僕は90分以下の公演で受けないんですけど、はい、なんか担当者からなんか聞いてたのが良かったんですけど、なんか話し合いがあって、僕の講演が50分で。それと違うか。あ、それか、労働基準法をどうやって守るかみたいな。それか、どこから立ち入り、あの労働、厚生労働省から立ち入りが、不検査があるかとか、なんか、信じません、そんなこと。私が言うこと言わせてくださいね。赤に派手が言ってますね。赤に派手言ってますね。レインボー派手。結構好きなレインボー晴れで良かったですかめっちゃ笑ってましたね今ね、そうレインボー晴れ、レインボー晴れでこれからもレインボー晴れですってなんかね、もうそれミドルネームも好きかもね、ミドルネーム、生さんレインボー晴れです、そんなこと聞きに来たの違うなんか挨拶の時に言わないかった、みんなが赤木晴れ似てるねって言っても RA2 回目してレインボー晴れにしますよみたいな
そう、それであのジャッキル娘の人いいんじゃん、ちょっと私あのリハレですって言ったんですよ。あー、その似てるよお母さんみたいな感じだって私が普通の名前言ってたんですけど、赤リハレってそう、ペロペロペロそれいいじゃないですか。いやずっとこの人誰に出るかばっかり言ってた方が面白いと思いません、ね、そのばっか考えたもんじゃない。でも絶対どなたにも言えない。そうですね、多いんですよね。インパクトあるのか、うん、絶対忘れる。それは置いとくどうぞ皆さん。あ、どうぞ。はい、そうですね、はい、非常にお忙しい中で、よくこれだけのことをやってみる。あ、それはですね、これがメインビジネスなんです。ここは遊びっていうか、これをフィギュアを買うためにやってるだけです。こういうこと。フィギュアを買うためにしたんです。あれだ、フィギュアだよ。フィギュア。私は左に引っ張る。そうそうそう。そう。本当にね、いやこれがやりたくてやってるんだね。もうだから早く。コロナやろうと思ったら仕事終わらさないといけないじゃないですか、うん、だからもうちゃちゃっちゃ終わるんですよ。もうまずお前のなんか社長相談、お前のやりたいことやってみろって、自分を試すためにこの会社入ったんじゃないのか、失敗したら俺に言ってこい、君の成功は君のもの、失敗は俺のものだ、会社は個人の失敗を許す器量の装置であるって言ったら、もう30秒で終わるでしょ。まあ、ええこと言いましたよこれ、ね、ドラマでいつか使おう。脚本家になる。脚本。それでね、私もあのパンクショーがおられてるんですけど、毎日ですね、こう見せられてるんですよ、これを。すごい持ってる持ってる、これ。毎日ね、ウルトラマン言ってね。うち、本当のウルトラマンのマスクありますよ。あ、そうです。撮影に使われてぜひね。ぜひね。ぜひね。鑑定団出る予定だったんですけど、新助さんのあれがあって、なくなっちゃった。あ、そう。去年の8月ぐらい。本当にね、本当好きなんですよ。だからあのもしよろしければ、フェイスブックに私 の, あのフィギュア大好きページがありますので、これがまた洋さん書いてるんですよね、本当ね。もう 3.11 の日も書いてて、なんかバレたらどうしようかなって思ってたみたいな。フィギュア大好き、マスヨのゴーっていう、もういろんな世の中のものに全て形があるでしょう。その形の素晴らしさをいろいろ、例えばこれは僕が乗ってる GTR の形についてどう美しいかとか、どうかなんか、まあ、これは仮面ライダー、このグライスっていう人形がすごく好きで、この人形がいかに可愛いかとか、形のあるものはみんなこう素敵であるというっていうことをやってる。だからものづくりをやってるじゃないですか、うちって、まあ、あの製造業、三次元的価値って僕言ってるんですけど、三次元のものってこう立体に見えるでしょ、もちろん手で触ることもできる、そういうものを作れるということは、いわゆる神様の代行、ピンチヒッターをやってるんですよ。わかります？っていうか、もっと大きい意味で言うと、サービスっていう言葉はもともとカソリックの言葉から来てます。天使が神に代わってする行為のことをサービスって言うんです。よって私たち人間は誰かにサービスをする以上、私たちは神様のピンチヒッターだと考えているんです。そのぐらい人に優しくしないといけないということもしれません。なぜだから私は形のあるものがみんな好きです。だから美しい女性一番好きですけどね。まあ、さんのですから顔が分かってですね、どういう方かなってものすごく関心があったんですよ。ああ写真出てるでしょ。もう駐車場のおばさんに言われます、うん、見たことありますよ、テレビじゃないですか。そうですわ。そっかって一回ね、もうよくあのこの間こんなんでやって病院でなんか向こうがこうなんか知ってるかな、知ってるかな、みたいな顔するから、こっちも挨拶した方がいいかなって思ったら、なんか今日、まるまるさんの旦那さんに会わんかった、どこで会うてんの、病院でなんか会うたらしいから、いや、俺、その人の前からしてた、挨拶した方がよかった、いや、テレビで会うたことあるよ、分かるかいって言って、
ていうことがいっぱいあるんで、そうそう、どっかでやったことはありますけど、もうデジャブかテレビかどっちかですね。どこにいるボードって、はい、あのなんか社長直行って書いてあるんですけど、うん、ああいう感じで社員さんからその社長に何かこう提案か聞いてあるとああいうふうに、もう何度もかんでももう工事を労働に反しない限りまずそれをやろう。一日の日報にも、まあ、例えばあの社長に直接言いたいことを書いてもいいわけですよ、うん、そこで見るっていうのそのボードにも書いてもどちらかいいですよ、もう僕の書いてる日報なんかすんごい長いんですよね。1週間のフェイスブックを全部固めてでそれにコメントしろって言うんですよ。これがまたねもう長いもうねどうかな、もうそれとにかくそういう言葉のコミュニケーションをすごく重要視する。でうちの会社は読書感想文が3ヶ月3ヶ月に1回まあ営利費消すから東京です絶対読まへんやつらみたいな本とか DVD とかね読んで感想文を書いたら1000円もらえるんです。なんもう書くのがもう苦しいって言ったら書かに住む方法あるよ、どうしたらいいですか、会社辞めたらええまあ書かに住むやんかみたいな、もうね本当にテーマを決まった要は今度はこの本読みなさいっていうのは、はい、その時であの社長が会談があったと思って図書室ありましたね、あれコミックかなと思って漫画図書館っていうのがあるんです、あとは DVD 館もあるんです。うちの会社の福利厚生は欲しい漫画なのを買ってやる。前に社員同士で組み合ったら何か500円もらえる、はい、それも今もあるんですか、これが僕の1週間の日報ですよ。ここから始まってずっとでこれ社員の感想がずっとこんなんほんまね、なんか仕事以外のコミュニケーションを異常に求めてるっていうか、昔はあのボーナスの面接でも僕と付き合いたいですかって言ってましたけど、そのコミュニケーションちゃうわってでもちゃんと握手をしてね、うん、君がいるから番組を潰れなくて済んだんでこれからもよろしく、あ、すごい言うね、はい聞いてもいいですか、どうぞ、どんなの会社でそういう形で家庭とかではどういう聞いてあげる家庭も男女になってますみたいな面白かったね、まあ、ギャグそう家庭も未来なんとかなるみたいな、うちの奥さんはあのちょっと僕とは逆の性格になってそのまああまりそういうことを望まないですね、その派手に行きたくないっていうことは、まあ家庭における僕の地位はすごく低いです。昨日もあの冷凍庫に入っているスーパーカップの食べかけをこれ食べていいですかって。あかんとか言われた。スーパーカップ。いやもうだからもうそれだけすまんで花を競争していきたい。そのいわゆるどうしても社会から必要とされてこういうことをやらないといけない、うん、でも家庭や夫婦の時間ってすごく短くなってます、ね、だからもう一人になってやったらっていつも言われてますどうしゃらずにみたいな食事なんかは夕飯なんかお家で食べるって機会が少ない、そうだんだん少なくはなってますよね、食べる努力はなさる、食べる努力はなさうんなさなさって、ね、なさってます、はい、だからその、やっぱ子供が3人いるのでもう子供たちが中心なんでしょ、うん、もうカレーシチューなんや酒のやったやつの繰り返しそのままグッとまあね、まあ、クイックパックが1回入ってみたいなね、まあ、普通の家庭じゃなくなったのは間違いないです、
だから以前は2人とも朝から晩まですごく働いてたんで、どうやってまあご飯を食べるよりかどう子供を送り迎えするので精一杯で、今はうちの奥さんは家にいることが多くなりましたけど、逆に僕の方がいっぱいいろんなことをする。その代わり自分の家は全部自分でしますし、できるだけ彼女に迷惑かけないということです、ね。まあ、何回か一緒にテレビ出てもらうときは、どうしても上沼さんに会いたいから一緒に出てくださいとかそういうのもありましたけど、まあよく会社をとかこういう何かで講演してよく聞かれるんです。家庭はどうなんですか、子育てについて聞かせてください、うまくいけなかったら見えない役を現役で通りませんよみたいなことを最後偉そうな声を呼びましてね、すごいでしょ、こら変で普通ほんま、これが良かったね。一つの目標に対して共にこう頑張るっていうんで夫婦の輪が保たれてた。今どうなんですかみたいなね。まだ次の息子を目標にみたいな、ね。まあだから面白い家庭ですよ、うちは。だから徹底的になんでそうなんかいうことを言うんです。例えば子供の時に子供がジュース買う時に両方同時に押したりする。どうすんのするの。どっちが飲みたいか分かんない、じゃあ日本買いなさい、でいらない方は僕が飲んであげようって、でなんでって言ったら、そういうことしないといつまでも選択できない人間になる、うるさいよっていうような男の子が言ってましたけどね、ずっとその子ばっかり、お前が今やってお前はアルバイトもしなくていい、お前がやるべきアルバイトは受験勉強、受験勉強は時給10万円のアルバイトだよ。まあ、この間計算してみたら時給6万8000円のアルバイトして、だから、僕の仕事はこんなやましい仕事って意味じゃなくて、やましね、山を掘って金とか銅とかを掘り当てるやましの仕事、いつまでもこんな仕事がうまくいくわけじゃないんだっていうこと、だからお前は自分で生きれる道を探さなくて、でパパ職業決めた場合、なんか高校生の就職会これ見て、医者が一番時給高いから医者にすることにしました。ただし、それも正しい選択で、そっから大変でしたけどね。どうしたら、もともと文系だったもんね。もう面白かったですよ。なんか商品開発もそうだし、そういう例えば受験勉強してプロジェクトとして考えて、どうしたら効率的に大学受験パスするかいう。研究してやる、そういう一個一個のプロジェクトに燃えるのが僕は好きですね。まあ、それ巻き込み型の部分なんですよ。全部自分でストーリーを考えた上でどうしたらいいかっていうのを考えるって、でそんなこと聞いてたんじゃないんですね、お母さんね聞いてないことをで自分の言いたいことを忍ばせるのがうまいですよ。科学例の質問術でやってるんですよね。なんかカツさんと頼んだよね、なんかあの BLT が出てくるみたいなね、ベーコンレタスサンドって言うんですよ、ね、他にどうぞ。他に、私なんかもう50になったので、同じです。いや、私も上ですか、ちょっと僕も50になったんだ。それで自分がやりたいことがあるけれども、子供が4人いるんです。4人もいるんです。それでも貯金もだんだんなくなって、主人があと2年で退職ということで、いろいろこう自分もやりたいなって、華やかな50代の計画で立ててたんですけど、だんだんこう、ダビチャですね、立ててきて、で、私の夢を追っかけていいのかな。この娘の前で言ってて大丈夫かな。はい、こう言ってで、主人は主人の夢があって、この子が一番下の子、ふっくみちゃんっていう、赤くん赤くん勤めてたの私北海道人です。赤くんの大事は北海道大事ですよ。なんか面白い。この辺はたまにって真珠の樹です。真珠ってつけるとおかましいから玉だけど、玉が美しいおかましいから緑にしてる。おかましっていう女優。
もう一つ上の子は名馬春季でね、はやぶさ、ビーバーのあれが、それは最近の話やから。もう一つ上では名馬サトシって知恵の知恵、あ、ポケモンが好きだったから。また面白い。あ、そうですか。それで、輝ける50代生きるにはどうしたらいいか。50代が自分の夢ばっかり追ってるとお金もそっちに行っちゃうし、なかなか気持ちがね、このバランスが非常に難しいなっていうのが、もう知らずに自分の人生を、あの進路を決めていかなきゃいけない。どういうことですか。いろいろ資格を取ろうとかなんか思ってても、自分がそこに突っ込んでっていいのかなっていう。どんな資格を取ろう。資格って大した資格じゃないんですけどね、まあ、今まで あんまりちゃんとしたものを持ってなかったから、やっぱり世の中に出ると資格はいりますって思うし、今仕事してても同じだったらダメなんですね。毎年毎年スキルアップしていかないと聞かれるし、聞かれます。俺なんか人を好き嫌いで分けてる。スキルアップスキルアップしていかないで、でも体力も大事とかいろいろ考えて、母さんいろいろ考えるタイプ。真逆に マイナス、あ、それは良くない。マイナス思考なんですね、どっちかというとね。そうなんですか。そういや、マイナス思考。主人はすごくプラス思考すぎるんですね。うちの主人はなんかそういう風になるんじゃないですか。どっちかがね、ボケとツッコミみたいな感じでね。主人ばっかり飛んじゃって現実離れしてるもんで。お父さんはどういう風に現実離れしてるんですか。商売しようとして。商売。なんか商売。銀玉に勝てないからやめた方がいいです。銀玉のファンチェーンでした。自分は刻々と計画を練って、たこ焼き屋で、そういうフィギュアを、たこ焼きのフィギュアを買ってきて、作ってたこ焼きのフィギュアを買ってきて、たこ焼きのフィギュアを買ってきて、ミスタコ、名前まで決めて、なんかいろいろこう回ると、おいしいんですか。おいしいよ、おいしい。いや、私あんまり他の食べたことないからね、ですけど、やっぱ銀タコに比べた方がいいですよ。銀タコ日本一のたこ焼き屋なんで、銀タコよりまずかったら早い。まあ、でもたこ焼き屋っていうのは割と投資が少なくてできるから、そうなんですね。そしてあそこら辺にあの何曜日集まって、あそこら辺に移動販売して、自分でこうなんか歩きながらもう場所決めて、あと2年後にね、仕事しなきゃいけないのに、ここら辺にレッスンをして、すごいシミュレーションしてるから、もうこっちもやめてとか言えなくって、言えないっていうか、あの生活できないよなって考えると、私にその4人のものがあると私はそんなことしてられるのかな。おばあさんなんかお仕事されてるんですか。今日の方から児童館に行きますけど、パートですからね、使ってください。ボランティアも募集金もやってるし、ボランティアね、いろいろ、まあ、なんて言うんでしょう。確かにね、先立つものは子供の前でこんなっちまって、ごめんね、本当にお母さん振った話やからね。本当ね、現実社会だと、僕はね、あのね、それ今から17年前に地震で会社を失ったじゃないですか。もう、まあ、そこそこボンボンだったんですよ。いきなり借金まみれになったわけでしょう。で、辞めるという選択肢もあったんだけども、商品がどうしても生き残りさせたいっていうか、まあ、残さざるを得ないようないろんな事件があって、それで残ることになった時に、そう、まあ、30代で、まあ、10億近い借金を背負うことになったわけですよね。そうなった時にもう自分が返せるお金ではないわけですから、普通に生きたら、そこら辺でちょっとこうスイッチを変えて、お金というのは一つの、まあ、そのツール、手でネジ締めるようにネジ回し使った方が早く締まるでしょう。そういうふうに考えたんですよ。ところがこれをやればやるほど妻からはやっぱりよく思われなくなって、あなたは考えてることはお金のことばっかりじゃない、どうしてどうしてどうしてあれかっていうふうなことばっかり考えてる、もうすごいケチくさい人間だというふうに言われて、喧嘩してるときね、この表現ね、そうじゃないっていうあの時もありますけどね。だからあのやっぱりお金はいります、うん、お金は、だからお金をと、お金稼ぐとこんな活動できなくなるんだよね。この辺は難しいと思うんですよ、うん、そう、稼ぐとそういうこと、こういうそのボランティア活動が時間拘束されますもんね、うん、だからただ、まあ、ピーター・ドラッカーの娘の
エピソードってあるんですけど、ピーター・ドラッカンって、いわゆるイノベーションとかマネジメントを発明した、もしドラに出てくるドラッカーです。娘が金融のすごいそのキャリアの仕事してて、銀行でね、投資の仕事してて、すごい金稼いでる。でも地区の小学校の PTA 活動一生懸命やって、なぜお前はこんなに忙しく働いてない、一銭もお金にならないことやってんの。いやパパ、なんでか分かる、簡単なんだ、私のスキルが直接成果になって現れるから。私がやってる金融の仕事は私がどんだけアドバイスしてもその通りにならないけど、でも PTA は私が言って、私が活動したらそのように変わっていって成果が出る。こんな楽しいことないじゃん。お金を稼いでる人間は成果を逆に求めてしまう、求めるようになるわけです。つまり何言いたいかというと、 NPO に活動することは人生にとって非常に大事なことである、そういうことなんですよ。だからしかし実際生活していく上でお金はやっぱりいるんで、もう本当は子供を呼びつくった時にそのことを考えるべきだったんで、計画計画とりあえず公立高校入って、でもあの一番上の先輩はあのこの実績でシャープに入社したから、ちょっと戦略的にあのウェルビーイングで活躍して理事長になったり、そうすると就職の可能性は決めて高くなるっていうことでね。もちろんその上の大学に行く道もあるし、あのお母さんが子供みたいだったら子供はお母さんになればいいこと。そう。いいです。サンタが3時からだから別に暇なんですよ。そうですね。家帰ったら親と喋らなあかんし。ちょっと真面目な話でいいです。あの100人社員。真面目な話。女性の管理職っていうのは、管理職が何人で、女性は何人ですか？そのリーダーから入れると、室先生が講演したい。あ、室先生が講演したい。呼んでくださいよ。一応バーゲンサイドのジャンヌダルって言われてるんです。リーダー、リーダー、課長が2人、課長が2人で、そのリーダー、サブリーダー入れたら10人ぐらいいる。そう、中に見てたら入れたのが10人、約1割人が女性の感触ですね。割合としては6、4ですかね、男性6、あ、感触がね、はい、で、あの、全社員、あ、全体の社員ね、はい、で、そのうち1割が、感触があるという。 30% とかよく言うけど、さすがにちょっとそこまでは言ってますよね。難しいよね、もっと聞いてください。なんか信じてごめんね、真面目な話って。本当だ。真面目の真面目なんていいわけですよ。こうやって僕の話聞ける機会ってないですよ。そうですよね。こういう人とは。社長も提案されたことがたくさんあるんだと思うんですけど、すごく画期的というか、会議とかもすごいなとか、なんかすごい。社長はすごいアイデアを出すことになると思うんですけど、こうこの中でこう皆さんの方から出てきたアイデアもたくさんもちろんありますよ。だんだんやっぱりその社長の意味、どんどん皆さんからこう意見っていうのは皆さん上がってきたしょうなって思います。提案の件数とか年々増えてるんですかね。あ、それを本当にその今年度の提案になりますって決めてる。僕は嫌になるのか、なるほど、自分たちが僕の役割をすることになるので、エンパワーメントが進んでいるますよね。だからこうデジタルの力を使って社員に寄り添えるような仕組みを作っている。もう単なるニコポン社長っていう、ニコポンってあのタバコばかり吸ってる人、それニコチン社長が頼むよ、今日も可愛いね、それではダメなんですよ。そのやっぱり一緒に考えて、これはこうした方が僕はいいと思うよっていうのが、その答えはすぐに出さなくて、ちょっと我慢してやらせてみて、山本五十六候補ですかね、
見てみてやってみてさせてみて思い出やらないのが人はそうだしみたいな。でもアメリカと戦争するというバカなことをした、どんだけ山を国にする方の言ったことが正しくても失敗するでしょう。大事なのは何をすべきかということをもっと一生懸命みんなで話し合うべきじゃないですかね。どんだけいい作戦を立てても最終的にアメリカと戦争したらどうなるかっていうことを山本五十六は知ってたから戦争をやりたくないって言ってたんでしょう。でもそれを聞くことができなかった国の形が問題でしょう。やっぱり何をやるべきかということをみんなで話し合える組織が一番大事だと。どういう成果が出てるよりかよりもみんなが心置きなく話をして共に目標に向かって歩んでるという共感を持てる組織こそが一番いい組織だと思います。今東京電力で働いててやる気がある人って少ないと思いません？去年の 3.1 時まではそうじゃなかったはずだけどね、批判ばっかりされるからね。結構だから、本当に約短い時間で今話してますけど、オリジナリティが高いんでしょう、この話って。他の人が絶対言わないようなことをあえて言うんですよね。ここはやっぱり自分自身の立ち位置を一生懸命考えて、僕の目標はただ一つ、日本の歴史に残ること、良いことでね、浜田君とは違って良いことで日本の歴史に残りたい。あの松坂に今元井文隆さんっていう、あの町医者しながら国学の研究してその他のプライベートの薬を作って売ってて、僕はやってる仕事も同じなんで、元井になるながら比べられるような人間になりたいと思いますね。聞くこと来たみたいな元井になるなら自分で自分のこと書かなきゃけど、俺は自分で自分のこと書いて有名になろう、松浦さんですごいんですみたいな本を自分で書こう自画自賛ですよ。自画自賛。いい感じです。もう私に会えてラッキーよってみんなが言ったらいいんですよ。そうですね。そのね、なんかこう、日本はこう、奥ゆかしいことが良いことだって、三重県の人は特にそうでしょ。これ持ってんの持ってんの、うーんって言うと、持ってんの持ってんの、まず教えてよ。次行かれへんや。そんなこと聞いてどうするね。そんな人ばっかりなんですよ。ね、本音を言わないんでしょ。なんかね気持ち悪いんですよ本当に。そんなんだったら絶対歴史残んないよっていう、そんな歴史残るってどういうことなんですかだから僕は自分が未来の人が僕のことを必ず評価してくれるというふうに信じている。だからいろんな記憶をしっかりとそのためにはしかし社内から評価されるいろんなものが必要なんで賞を取ったりとかいろんな活動をしているんです。引っかかり21世紀になってからデジタルアーカイブ、いわゆるインターネットがすごく発達したんで良いことは残るようになったんです。本はなくなるけどもデジタルの記録って残らないし、だから松浦の声で番組制作でやったら何十万件が出てきますわ、あの Google とかで検索して。でも万協製薬は松浦信夫に勝てない、浜田紀康にすら勝ててない。検索したらあいつの方が無次元で有名だったからあの僕の目標は万協製薬より検索数で松浦信夫の名前が上回ることです。ところが今は万協製薬社長松浦信夫って出るから絶対向こうが上がったら僕が上がっても万協製薬も上がるんだ。こうなったら万協の名前がない作家として賞を取るしかないということで作家になろうとしてる。今のところは錯覚かもしれないけどね芥川賞を取ったあのなんか九州の人の真逆で行きたい、めっちゃ愛想のいい社長さんがうわー、カメラ持ってますニコニコシャッターを近くで聞かせてください最高ですみたいな、もう記者にもう褒めちぎるみたいな高橋直子の記者会見、ね、記者会見を超える長さみたいなどんだけ喋ってんねんお前みたいなね、結婚でも金メダル取れるように40キロして頑張ってますみたいなコメントうまいコメントですみたいなあれいいね高橋直子、あの口ですよ、あの口が高橋直子はそこまでしましたよ、うん、そうよね。野口みずきは地味ですもんね。そうそうそう
顔もシミやしね。医師の出身なんですけどね。とね、もっとだからね、いろんなとこ出て喋らない。思ってること。上沼さん見てくださいよ、あのおしゃべりこれちょっと一口食べてみようみたいなね。そこいらんでしょ、上沼さんっていう。あれがいいんですね。僕あの愛の白バラっていう番組の奥さんと一緒に出ましたけど、テレビに映ってない時の上沼さんがどんだけ面白かったか、テレビ映ってない時の高田純次が全然面白なかったっていうのも同時に、本当ね、あのうちのアーカイブで見れます、バンキョ星のホームページで見たら、僕は上沼さんに突っ込まれて、借金が14億あるあなたらしいや、それでおもちゃこと高いやん、いや上沼さん違います、14億じゃなくて14億5千万円です、さのだらやんパシーンやった上沼さんにパシーンってされたみたいな、次はダウンタウンの浜ちゃんにやみたいな、それはさ、音楽会ならないからやな、そこにいないなことを考えてますね。そういう、だから面白く してるけどもちゃんと中身があるってすると、北野武史消防部長のなんか面白いことやってるビートたけし言いながらもなんか映画とか撮って、なんかあのいい音のなんか変なわけのわからん英語でなんか怖いんだろうと何言ってんねんみたいなね、テレビ見すぎリゾートやん。いや、大好きですね。もう CM とか、この CM の何言うてると思うとか、よう社員に聞いて、何のことですか、商品宣伝違うんで意味やかなみたいな、このね、一個一個考えてしまうんですよ。考えてほしいです。流れてるだけの映像を見とるんで。もうそんなことか考え、だから考えすぎなんですよ。だから聞いてもらえる機会があれば喋れるじゃないですか。ジョイの声はマスター岡田やみたいな、ね、そのなせやから関西弁やねん、声変わりしたらどうするんかなみたいなとかありますやんか。ファブリーズのあのね、ピエール滝いいよねみたいなね、なんかそんなついてけへんのってきた。あれ、あの町内会長さんのやつ、あ、違う、じゃあファブリーズでね、男3人兄弟で、あれ西田直美でいるのあの人、もうこの間ね、あの向田邦子のなんか不倫ドラマ出たしてた、NHK の、あー、あのそうそうそう、やったっけ、いやいや、その前のやつ、そうそう、あの奥さんが竹下恵子でみたいな、あ、そうそうそう、着物持ってるっていうやつ、僕が行こう、絶対好きですか、好きです、私も大好き、寺内勘太郎一家と毎週見てましたね。いいですよね、ファブリーズ、そのファブリーズ男ばっかりなんですよ。その誰？その西田直美の息子たちとお父さんがね、あのになんか靴下に散らかしたりとか、なんか焼きそばをリビングで作ったりするんで、ファブリーズを使いましょうみたいな。買うわこんなのみたいなね。もう日本は P&G にもう全部やられてしまうんちゃうかっていう話を、この間顔の人が来た時に、P&G をなんとかしたら大変なことになりますよ。知らんうちみんな P&G の商品を買ってるんですよ、うん、ゴールドのね、香り変えましょうか、ね、俺も買うともたらなんだよ、もうゴールド、ええ匂いするよ、ほんま、ほんとに、うん、29パで買えるし、こうで見てゴールド、ほんといいよ、ゴールドの匂い、いやいや、うちの奥さんに、これいくらそんなゴールド、気がついたらみんな P&G を、知らんうちプリングス買ってしまうわけ、バーベキュー買うよね、何枚口の中入るか試しようみたいな。もう昔はチップスター買ってたのにプリングス買わない、何を買いますか、ポテトチップス普通、え、小池屋、あ、そう、小池屋のね、俺が今一番好きなのスコーンのバーベキュー味なんですよ、食べたことある、これほどうまいもんはないんですよ、本読んでたらね、本がドロドロになってお好み焼き手で食べたらうまくない、こ
キやスコーンのバーベキュー始めのうまいのない、ご飯に混ぜて食べたら美味しいんちゃうかいうぐらい。いや、ベルマークがついてるので、君娘ちゃうやんか。あそう、小池屋が美味しいの、カルビーじゃなくて小池屋を買うタイプ。小川さんはどうですか。私は北海道ですね。焼き肉行った時もそうですか。カルビーやろみたいな。クルビーが高いからね。気づいてる。あ、もっと行きましょう。昼間の暇なんでしょ。忙しい。私は兵庫県の尼崎からこっちへ来てるんですけど、はいはい、阪神大震災の時も 父が住んでるとこも、うん、あの倒れはしなかったんですけど、うん、支援住宅なんですけど日々とか入ってそういうのをちょっと経験してるんですけど、いや私は、大学卒業してこっちへ来たんですけど、あのなかなかね地域に溶け込めないところがあって、うん、であの仕事してるのでまあいいやと、仕事とうちの往復なので、うん、近所の人と付き合わなくても地域と関わらなくてもやってみたんだけども、うん、2年前に退職して、うん、さてこれからの人生どういうふうにいこうかと思った時に、あの教師をしてたので割と教師で世界が狭いとかよく言われるんですけど、やっぱり同業同士で集まって教育関係の話をすることが多いので、こう地域に入った時にさて話題は今 の, あの近所の奥さんたちと共通する話題は何かなとか、あんまり教育のことってね振っても相手の方がもっと、まあ、確かにね、企画で共に呼んだぐらいしかないですよね。何か話をしていても私と学校の先生、あの先生どうしてもらうという話になるねえだな。そうすると私が教師やとみんなそこで聞いちゃう、聞いちゃうんですよ。ああ、なるほど。だから何人の悪口言われへんわ、ここで恥ずかしいみたいな。だから今の私の課題はいかに地域に溶け込むかっていうのが私の課題なんですけど、ね、先生というのを隠せばいいじゃないですか。もう全員知ってるので、ね、言ってなくてもね、まあ、周りがこうね、あそこ学校に勤めてるみたい。だから日本にほとんど定義しないと仕事で一生懸命やっちゃうんだよ。ずっと勤めてることに自治体とかにも出なきゃいいじゃないですか。出なくてよかったけども、そうすると本当に今ね弁護をやったりとかちょこちょこまあ外には出てるんやけど、いることは多いじゃないですか。で行って外へこう出てってもなかなか票には入れないし、うん、で自治会の役員するっていうね言うのもなかなか大変だしとかいうので、まあ地域に溶け込むって本当に難しいなって思ってるんですけど、困らなくていいと思いますよ。僕も実はこのアザに入ったの去年なんですよ。で、なんかいつもなんか回覧板といじめのボードが回ってくるんで、もう、何これみたいな、見てどうするのみたいなね、これ捨てたら、もう二度と回ってくれるのが、次の人があるから、もう爆弾は仕掛けに行くみたいな感じで言うんですよ、差し込んで行くんですけど、また次の日、また戻ってきてるんですよ、うわ、早ーみたいな。なんでもなんかねえ、だから PTA とかそんなもうちの奥さんにも全部任せきりで、一回 PTA 会長になんか言われたら、もう全部僕が一人で決めてんやったらいいですよみたいな。PTA って社運会のお弁当1500円するか2000円するかを3時間話し合うやつでしょ。俺がおるから3000円にしよう、こんなのが全部やっていいならやってもいいですみたいな。予算全部僕がお金出しますから、ね、ダメなんですもうということで、ですんで、もう地域やらんとレインボーで頑張ればいいじゃないですか。レインボーウーマンですよ。それでいいと、だって地域の話も面白くないもん、みたいなね。うん、聞きたかったのは、会社として。前説だったね。会社として、はい、会社としては、まあ、地域と溶け込むっていうのは、まあ企業として大きくなってくるとある程度地域にも、ね、浸透してくると思うんやけれども、当初の頃っていうのはね、なかなか大変だったと思うので、どういうような形でこう滝町と、ね、今ではもう県下でも有名なところではあるんですけど、そういうような関わりを持っていかれたのかなっていうのをちょっと聞きたいな。まずは最初あの会社の周りをゴミを清掃する、この先に窓の店ってあるからゴミ捨てられるんで、社員にノロ君がね、どうしてゴミ減らないんでしょうか、孫の店潰したらいいねって言うからね、ゴミ欲しいんだ。あ、そうなんですか。
ができる頃からやってて、だから一人でやって恥ずかしいけど、会社に言われていやいやゴミ拾ってるんですよみたいな感じで、プールポコみたいな言い方で、会社に言われていやいやゴミを拾っちゃったんですよ、いや、やっちまったなみたいな、昨日、はい、ロムハン見たからほら、プールポコ状態ね、いわゆる。そういうことから始めて、少しずつ地域で飲まれた、例えばゴミステーションが古くなったから、では全部新しく建てていきましょうかとかね、神社を改装するか、じゃあ100万あげましょうかみたいな感じで、で、町づくりに寄付したりとか、そういうことをいろいろやっていって、少しずつ遅れて教室に入るような感じでやっていきましたね。この地域に引っ越してきたのは100年ぶりなんですよ、新しい人が。だって、どこからお目に来られたんですかって、松坂から、え、ここ松坂みたいなもんやんかと思ってる。いや、両軍橋、橋渡ったら松坂なの。すっごい狭いコミュニティでやってる。社長の家です、そこの一軒家。これ、そうそう、あそこの、こっちがかっこいいで、こっちこっち、三角形で。あ、そうそうそう。アメリカ人が作った北欧住宅みたいな形で、自分でデザインしたんですけど、だから伊勢なんかもそうなんですけど、僕はずっと天下一武道会いう地域おこしのイベントやったんですけど、サンガリーナでね、毎年、伊勢の経営者全然手伝ってくれなかった、っていうところだったんで、あんまり人がやることに対しては関心の少ない地域なんだなっていうふうに思う。人のやることに関心が少ないっていうか、なんて新しいことにあまり取り組まない地域ですよ、ね、勝手に人が来るもんね、うんお伊勢さん、先導先導って、そんなオカルトチックな話やなと思うけどね、そんな伊勢神宮の戦略にハマってるだけやからね。例えば、去年、この M3 っていうか、婚活をやったんですね、連合するか、この小さい会の方でね、うんうん、で結構評判も良かったんで、で初めに職場の人とコラボしたい、やっぱり企業を取り込みたいっていうことでね、なるほど、で、上島ちゃんもいたね。職場の人さんやったら、まあ言ったら、でどこも派遣しとるっていうのがおかしくて、勤めてるところも分かってるわけですから、安心やないですか、お互いがね。そうやけど、9月に終わった、その理由は、理由はね、そうしたら自分のところでやるわって、あんたとこと別にコラボせんだって、自分のところでやれるからって、最終的には言われてね、で、まあ、連覇6時でやったんですけど、なんなんってすごく思った。最近、伊勢の商工会議所から工場見学来たいっていうから、あ、よかったら来てくださいよって。それでついでに商工会社に入れてやるから入りなさいって言われて、どういうことなんですか、もう、 うちは会員以外のところに工場見学行ったことはありませんって言われて、すごい閉鎖できるなと思った。だから僕は、あなたはもう少し想像力を持ってきた方がいいですよ、もし僕がそういうことを出たら全国の商工会社に入らなくてできません、そういう考え方もありますねって終わったんですね、バカじゃないこいつら私も思ったその時結局権威とかそういったものによって生きてる人間ほどつまんない人間はないでしょと僕は思いますけどね。商工会社で何してんのみたいな、ね、ロータリークラブ、駅にロータリーを作るクラブでしょって大学の銅像を寄贈して一番有名なのは三越 の, 日本橋にありますよね。どういう会はどういう会なんですか商工会はどうしようもない会でしょ、どうしようもない僕なんかね、まあ、大阪とね、本当に隣接してて、大阪人のノリで付き合ってるところあるけど、伊勢来てからね、なんとなくこう、ちょっと壁があるな、みたいな、ずーっと思いながらいてるもんで、なかなか私も、だから、ダメなやつほど変化しない世界では生きやすいからね。ね、伊勢神宮が伊勢市民に一体何を返してくれてるのって、誰も問わないでしょ。どうして問わないのかねって思わへん。そうそうそう、あんだけお金もただでお金持ってんねんから、だからそれは行政がダメだでしょ、そんな、ちゃんとお金赤字なんで寄付してくださいっていうことでしょ、どうして宗教法人に改善しないのっていうふうにいうことをあんだけ儲かってんねんからね、本当にということすら言わない人たちじゃないですか。つまり権威というものに極めて弱い存在、日本じゃどっかでそういうところはあるけれども、まあ、でも言いたいことは言うた方がいいんですよ、ね。
気持ちいいでしょ、このスマーンと言われたらね。で、いい対応、桜の門外の変やっていう。そうなんですよ。だから、もう、賢い人で言いたいとか言う人が出てきたことが21世紀の成果になるはずです。皆さんは、じゃんじゃん言った方がいいです。僕、あの、小学校、中学校、どちらも。あ、小学校ですか。この間、あの、中学校の校長先生の会に呼ばれていて、中学生みんなコアラ好きですね。先生方もコアラないと生きていけないでしょう。コークがないと生きられない。コークでこう中学校みたいな、シーンってなって。せっかく考えたね。滑った。面白いでしょ。でもいいんです。もう素晴らしいギャグを理解できない彼らの方が。競争のないところに発展はないんです。NPO は何がいいかって自分たちで言っていかないといけない。行政とかは競争ないでしょ。もう腹立つからもう住民票は小畑町で持ってくるわ言うてね、取られへんから。店だけじゃないと思うけど、成功は社員になりますっていうので、で失敗は僕が追うっていうこと言われたけど、校長なんかその逆さまですよね。ああ、それはそうです。親から言われ、教育委員から言われ、でも担任に責めるというところで。しかも恩人事件すら持ってない、かわいそうな人たちです。僕は学校組織でどういうものかって、三重県の教育委員会のある方に聞いたら、鍋の蓋です、学校は。で校長は取っ手です。で教頭はその下で、支えてるネジだけど、このネジがすぐ落ちるんで下から支えないといけません。じゃあ先生はどうなの？先生は鍋についてる米粒です。ボッチャの世界から全く変わってないことが分かりました。だから僕はもう自分が関係する世界だけ変えていこうとしています。ですね。あの僕のやりたいことはただ一つ。僕に出会った人の人生を変えること。僕に出会ったことの人の生き方は2つしかあり、1つは今日から生き方を変える、もう1つは僕に出会ったことを忘れてしまう、どっちかしかあなたたちは選べなくなります。かっこいいでしょ。こういうのがいい話なんですよね。僕に出会ったことを忘れてしまいなさい。その方があなたにとっては生きやすい人生ですよね。そうしないと今まで自分は大したことのある人間だと思っていたことが勘違いだって分かるから、辛辣ですね。でもその方が言った方が面白いので、そういうことを言いたいよ。なぜかって僕は何も属していないから、自分で自立して自分でお金を稼いでる人間だから。だからまあ製薬会社の人たちの前に言ったことも言わないですよね。そんな仕事することはいいでした。感激に握手してもらっていいですか、ね、真逆の私って言われて、真逆のは楽しいみたいな。杉山さんと見たことない。杉山さんギャグ言うんですか。すごい、ね、どんなもっと言ってください。頭ね、社長のギャグいっぱいこう出てきて、どっかで髪の毛で何でもいけるからいいですか。ますます光り輝く自分でいたいですとかさ、なんかそんなの言うから絶対笑い取れるじゃん。もう光り輝きますからね。いつもなんか塗ってあるんですか。かかりすぎですよ。バカに言ってしまう。カタカですよ。このクリーム。だから秘密なんですよ。今日からこのクリーム。お皿のクリームで。基本的にうちのやってるこう地域貢献ブランドって皆さんでも販売いただけますので、よく大川高校の子たちもこれ売って活動資金稼いでるんで。地域の人たちのために作った商品なので、面白かった。レモンドロップしない。もう売ったらいいんですよ。去年からね、映画祭で。そう。サインつけましょうかみたいな。サインもするんですかね。サインもします。今日は僕の話聞きに来たんじゃなくて、皆さん僕のサインもらいに来たんでしょう。そのばっかり。そのばっかりやる。いろいろ、僕だって今やってることは自分の中のやっぱり過渡期実験をしているつもりで、
社会にどう受け入れられるかという実験です。少なくとも僕みたいな人間が発言行動することによって世の中のバリアは少しずつ低くなるのではないかという。だって松浦さんがこう言ってましたよって言った時に僕はだんだん地位が上がっていけば、あんたなんか滝のおかしな人やんかって言って、じゃああなたもっとおかしい人ですねっていう、あのよく僕のこと宇宙人だっていう人がいます。あ、そう、僕は宇宙人は宇宙人でも人を幸せにする宇宙人、あなたは地球人見えるので誰か幸せにしてるのって言ったら、そういうことを言うことが宇宙人なんですって言われました。面白いでしょ。だからそういうことを何も分かんない人にぶつけていくんです。私今日あの宇宙人じゃなくて地球人って言われたんですよ。本当地球人やないやそうちゃうねみたいないうふうにもっともっとこう相手に仕掛けていった方がいい、うん、ね、僕は社員にも仕掛けますよね。マスク取ってって仕掛け花火祭るって言われます結構仕掛けも仕掛けみたいな言われたね他に君たちせっかく来たやんか、なんか質問してとか、今日も卒業したの？卒業してしたね。わざわざ制服で来ていただいて。合格発表。合格発表。今日が合格発表。合格発表まで来たもんで。おめでとうございます。すいません。連れてきたんですけど。これはよかったね。いい学校ですよ、本当。元気で。全国ですごく有名ですもんね。今度はあのこの農業講師園ってあるんですけど、このマゴジェルの活動、三重県代表になったので、日本一を目指してます。農業クラブの講師園みたいなのがあるんですよ。この間、一応三重の代表になったり、去年は東海大学大会で2位になったんで、今年もそれ1位になって、全国1位になって、一応打倒職務中だと僕ら言ってます。村林慎吾を倒せるみたいな、もしくは俺をテレビ出せどっちかにしろみたいな、なんていうかね、農業というかね、31日もあったし、なんかそういう面白いのいいやんね、そういうさ、作家さんどうしようで、村林さんとまたな、あの環境活動、日本橋だったら今度はあの村林先生バージョンのやつちょっとあの持ってきて、新型あの村林バージョン、食物調理科学校のコラボした商品が4月1日発売になるんです。食物調理科の人たちが手が荒れてるんで、その手荒れを治すクリームを1年かけて作る、これマゴジェルって言うんですか、マゴクリっていう、マゴクリさんね、かけ鉢で皆さんお手伝いって言っていいですか、おいおいっていいです、岡高校は、うん、まあ、それで村林先生ですと、生徒さんと2年間のそれと、あとはこう、ちょっとこう、僕が上がってきてるじゃないですか、はい、そういうのがあれ、柔軟の柔軟ですよ、今回もあのうちの久保町長、瓦礫受け入れ、東海で初めて、瓦礫受け入れ、表明しましたでしょ、だから、やっぱりその、なんていうのかな、小さいっていうこともあると思うんですよ、町自身が。町が小さいからやっぱりその声が通りやすいっていう。松坂先生のような大きな町でもあるようにできる。わかりました。とかわいし。エイラスかも。使って。使って。これが新型です。かわいし。いやいや、あの大岡高校にもあのショップに対してウェルビームの子たちが作ったんです。
塗るとビュッとクリームが消えるんです。すごい。最新型の技術を。ちょっと違う。塗ったら分かります。で、香りがポンと弾ける。香りっていうのは精進戦略って大事ですよね。ちょうど前に岸川さんから電話で、はい、岸川さん、こんにちは。今岸川さんの噂をしてたところなんですよね。伊勢のレインボーさんという赤木春さんという方。どうしました。え、お、いいですよ。今やってあげますよ。昼からやったらね、1時半ぐらいになったら俺なんかこう途絶えて公園せなあかんので、途絶えて来てくる3時から途絶えて公園せなあかん、それまでやったら2時、まあ最初に2時までやったら2時、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 会社に、はい、別にお昼かかってもいいし、あのなぜなんか2時だったら出ないといけないんで、はい、私は2時15分からしたので、はい、終わったら来てくださいよ。はい、待ってます。2台で来てくださいね。岸川さんから電話があるよ。僕は実は竹内のプロデュースをしているので、僕は出ないと思って、秋元さんみたいなので、いろいろ三重県全体のプロデュースを今ちょっとやらせていただいて、いろんな面白いことです。あまり表に出るよりも裏に回って人を動かした方が効果的です。4月1日発売です。いろんなことにこう気づいて、いろんなことにテレビ見てても いろいろ引っかかってくるわけですか、はい、ね、すごいと思います。すごい、それがもう楽しくて疲れとかどうなんですか。すんごい疲れますよ、ね、すんごい疲れてね、本当に楽しいけど、何でもそうですけど、楽しんだら楽しんだだけ僕ね、あのね、すっごい本読むんですよ。本の読む量が半端ではない、というか買う量が半端じゃないですか。だからもうあれをまあこれをまたみたいなのがありましてね。だからベッドのところに本をいっぱい積んであるんですけど、もうね、戦いですね。時間との戦い。本日より CSR 検定受けなかったと全然勉強してへんし。100% スケジュールを超えた時点において本当に大事なスケジュールが残るはずだみたいな、できるだけよく眠ることじゃないですかね。だからもうどうしてもスケジュール合わへんかったら別のお客さんを同じ部屋に入ってもらって、どうせ僕には来たんでしょう、一緒じゃないですかねって言って同時に会ったら三者が会えると、どうしても無理の場合は部屋3つぐらい用意して3個のまんまみたいにあっち行ったりこっち行ったりしてあ、これも彼もやっぱり本業の業績が好調だからできているところで、これで本業がダメになったらそんなことやると偉そうにとか、そのやってる場合じゃないですってなるので、だからそれを守るためにも仕事に対してはやっぱり成果が出るようにという、おかげさまでリーマンショックというサラリーマンのショックを受けた年以外は基本的に2桁成長、名家に来て70倍ぐらいの成長して、63億円とか、いやそんな言ってませんよ、21億円です。あれそう、うん、あれどこで見たんですか。13億円、ね、それ商品にしたらそのぐらいでしょうけどね、実際の会社は決算さえ21億円、まあ
学生の時10億円ぐらいお金を稼ぎたいと思ってた。お前の仕事継いだ時は地震の前で2億円ぐらいで、地震でゼロになって、それからまあここまで来れたので、そういう意味では周回遅れになった人間としては、まあ、よくやったと思いますし、やってる仕事が他の会社がやってない新しいジャンル、他の会社のブランドを私たちが作るっていうところなので、そういう意味でやりがいもありますし、どん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 新しいことをしていって、うちにできることは皆さんにもできますよということを言い続けたいと思っています。本当にこの見ながらお話いただけるなんて思ってなかったもんですから。いいですね、2時間半。どうやっておしゃべり好きか分かりませんね。こんなんを365日ずっと僕がやってるんですよ。すごいね。なのにちょっとこどこ新しいとこがあったりするみたいな。あ、そうですね、まあ、印象とかね、そうそう、もうね、同じ話を絶対したくない。ぜひ直木賞で記者会見テレビに出るのを楽しみにしてます。それより前に、あの、何でも鑑定団のほら、ウルトラマンの出てください。北原さん、違う、おもちゃを鑑定できない。あ、そうよね。フィギュアも今度はもう一個新しい会社を作るので、それになんかそういうフィギュアとかそういうジャンルも入ってくるので、なんかいろいろ本当に僕という人間を使った新しいネットワークを作っていく、まあ、Facebook もその一つの取り組みですので、それはちょっと自意識過剰って思われるかもしれないんですけども、あの、僕なりの賞賛があってやってることで、必ず日本は僕を必要としますっていうふうに思って、とりあえずは途絶えに必要となる存在なんですけど、ね、あの、うちはタイムカードで1分単位で残業をつけますし、三重県の、うん、だってあのデータを取ると10時間以上の残業のところが 90%、 有給休暇の取得率が 10% のところも 90%、 どっちも会社に都合のいい形でなんか変えられてるとしか思えない。ちょっと残業があって有給休暇の消化率って 80% です。役所以上ですね。安藤君とかなんかその数値達成するためにみんな今週誰休むっていつも相談してるんですよ。俺の前で。すごいでしょ、ね、社長の前で君たちっていう。すごいよね。意識してる。休む人ほどやめないで。君がやられたら有給消化率が下がるから。一つ一つぐらいいいところあるけど、君とって有給消化率がいいところです。こんなところで働かせたんで。あの、毎年求人してますよ。あの、ただ普通の会社と違って定期的じゃなくて必要な時にネットとかにボロッと出るんで、だから来たもの順ですから、早い早く来た人は得ですよ。よく公園で地元でやると、うちの息子は何でおっさんか教えてくださいって言われて、優秀すぎたんです。いいんですよね。お客さんでね、お宅の化粧水がかぶれました。お客さんの肌はデリケートすぎるんだと思いますよ。すごいよく言われるな。あの、連合でもぜひ、もっと伊勢市民の皆さんに松浦さんの話を呼んでください。いただきたいな、ね、商工会議所でみたいな、職場長をこんなとこいらないシリーズみたいな。あ、じゃあそういう話なんだ。あの、一つはね、その今年もあの婚活をやろうと思ってるんです、はい、去年やってね、すごく評判も良かったもんですから、で、若い人たちに30分くらいこうちょっとしたお話を、30分ね、30分、まあ、いいよ、やっぱりやめようかな、メインじゃないですかね、うん、そうや、メインやない
となんこんな俺らいい話を聞かせたら伊勢市民が損をするっていう場を作った方がいいですね。石坂君もいなくなったからもうあとスターは俺しかいないんで、あいつの声は良かった。その若い人たちに今のお話なんかすごく聞かせたいなと思うと、そういうと30分か、まあ、40分ぐらいなんですよ。いいですよ別に、あの 日さえあればね、日さえあればね、うん、それから伊勢市民の皆さんにね、俺の話聞かなそうにゃっていう話の方を、市長の話聞くよ、話聞くよ、市長の話聞くよ、市長の話聞くよ、は 95% いるみたいなタイトル、タイトル言ってない、俺の話聞かなそうにゃってタイトル、まだ市長の話聞くよ、それは俺の話聞いた方がいいで、市民の 95% がそう言っていますみたいな、危ないよね、アンケートの結果 95% がね、今度3月31日に伊勢のあのなんとか商店街でイベントやるんですよ。新道、新道商店街って言ってた、あの伊勢市駅前の、あ、新道商店街の、そうそう、そこでね、なんか呼ばれて永遠に一日喋るみたいな、してください。31日、うん、3月31日、9時ぐらいから、7時ぐらいからライブしてくださいとかね、どこがそれは主催なんですか。主催なんだっけ、何だっけ、まちづくり、ちょっとわからないんですけど、そうそう、まちづくり、元気に参加したいです。市民だったら厚生地区かなんか、ね、違うね、あの国なんかね、エロいと違う、伊勢市民なんか戦空間ができるから、それに戦空間シェアでしょ、空いてる商店街使ってシェアハウスみたいなのを作る。そうしたら市民シェアハウス、今若者を募集してますよね。うまいこといくんかいなと僕なんか思うけども、一応まあなんか行こうかっていう、その NPO でやってる M ブリッジってあるんですよ、松坂に、はいはい、そこの子たちのイベントに僕が出た時に、なんか松坂さんよかったらこんなありますか、出てくれませんか、よかった、次の前の日まで韓国行ってるから K-POP の話ばかりになるけど、そういうことになってK-POP の話をね、 K-POP 好きですか。いやもう大好きです、うちの娘 K-POP ばかり朝から番組で撮れてもテレビ見ても嫌になってる。来週の月曜、火曜日から大岡高校の子たちを卒業旅行に連れていたのか、最初のためにただ働きしたから連れてけみたいな、それでね、で韓国行くんですか。10人ですよ、ポケットマネーで、ポケットマネーで、K-POP、 うちの娘も好きでね、インフィニット、お前近い、猫派じゃん、知ってる、それは違う、そのままティアラです、あ、ティアラ、それはティアラ、全然違う、違う、うん、何やったっけ、それ何と言ってんだっけ、猫のやつ、そう、ティアラのポピ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 イエーイ、それじゃないんですよ、ビンビニットなんですよ、猫はじゃん、グーグー猫はじゃってやったかっこいいですよ。まあ一応メインは少女時代だったんですけど、もう3年ぐらい前からですね、少女時代がいかに素晴らしいかって、必ず日本はやっつけられるって言ってた、やっつけられるな、僕は3年前からずっと言ってた、誰も K-POP なんか知らないとこから行って、もともと東方神起流れて行ったんですよね、東方神起とか行って、もうずっと東方神起のタレント、あのお父さんがやってる化粧品のとこ行って、化粧品買ったり、ずっと作ってんだけど、こんなことするからグループ分かれて、勝手に商売しちゃダメでしょ、みたいな。大学通ったらもう絶対は言ってた、まあもうその子らも一緒に連れているんで、別々行こうも大変やけども行こうも日程が空いてない、ということで、まあ、物理的に日本で学校にいない場合は無理ですけども、いている時であれば楽しいことを計画したら、そう楽しいことを、だから、まあ、もちろん一般市民もそうですけど、伊勢の経営者の人たちも、ね、そうですよね、こんなすごい人が隣の町にいるんですよ、自分で言うなよみたいな恥ずかしい、恥ずかしいから言うなよ、何言うてるんですか、なんかね、そういうのをね、
を応援して居待ちにされたらいいんじゃないですかね。もう受け身味方は連合しかないですよみたいな話で連合連合だから鈴木も来ますよ、その31日のやつ。師匠も来るから言うんで、ほんじゃ俺も出ようかっていう鈴木の僕の大砲が、あ、辻ね、吸うならタバコにみたいな。ぜひいらしてください。もうライブは夕方ぐらいだと思いますね。しゃべるのはずっと、いや演奏を、ね、聞いていただくアーティストとして、まあ何の演奏なさるんですか。いやギター、あ、どうしましょう、フィギュア感ご覧になられますか。はい、じゃあ行きましょうか。